はいどうも皆さんこんばんは。1月15日金曜日、本日はキコーナー蒲田店からの生放送です。蒲田の新カメッコ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。山ちゃん今日も初登場ここ、ね、初あそうですね、今日は お友達を、はい、お友達を連れてきてくれたということで、はい、そうですね、じゃあちょっと自己紹介していただいてもよろしいですか。はい、はじめまして。はい、はい、どうぞどうぞ。はい、はい、キコーナー蒲田店のサササささんです、はい、よろしくお願いします。サササササさん、よろしくお願いします。もうよくわかんないけど、サがいっぱい続いたサササササさん、よろしくお願いします。お願いします。ということでね、もうこれ訳されて最終的にはサとか呼ばれるんだろうな、やとサみたいなね、感じで呼ばれるようになると思いますけどね。今日初登場ということで、よろしくお願いいたします。まあ、うちながらね、ちょっとね、そうですね、身辺調査していきますんでね、はいはい、よろしくお願いいたします。コメント超来てる、ちょっと待ってね、超来てるよと、ヤホー待ってたよ。こんばんは、今日、日々の楽しみの時間だ、楽しみの時間来た、森のホラーグマリベンジかな、そうですね、こんばんは、今日は森のホラーグマに勝ってくださいね、こんばんは、まだ始まってないというね、急いでください、ありがとうございます。安定のハップスタート、こんばんは、山ちゃん元気でしたか。はい、元気、山ちゃんの仲間誰でしょうね。そうね、はい、山ちゃんも髪切ったかな。あ、髪切りましたね、店長。切ってないですよ。いやいやいや、結構短く感じますよ。スタイリングかな。どうしたんですか、東京に来てちょっとシャレっ気ついちゃったんですかね。ちょっとね、はい、蒲田アーニャの時間ですか。そうですね、山ちゃん、あっちゃんの髪型について一言お願いします。普通ですよね。ちょっとやめてもらって、ちょっと田舎臭い感じ、ね、田舎臭い感じね、いや遅刻だせ、あっちゃん髪気にしてるか、遅刻も、山ちゃんは魔界が好きだね、やっぱポロターでございます。魔界専門店蒲田にあつろくも遅刻かよ、こんばんは。いや聞いてくれよ、某根本立てると MC が自信たっぷりに北斗続くって言って落として時短20でだったんだな。昨日ね、あっちゃん、好きになるの巻き楽しみ、光ってる全部光ってるよ。今日は違いますよ、ガルですからね、初見です。ホラーグマに2回も負けた店長がいると聞いてきました、ありがとうございます。そんな人いる、2週間が長すぎる、早くしろ、どうせまた終了ギリで当てるんだから。そうですね、今日山ちゃんの重大発表があると聞いてきました。特にないですよ、あと高校蒲田ありますありますこんばんは。あ、じゃあ告知あるんだったらどうぞ。ありますあります。どうぞ重大告知、重大告知何ですか。明日ですね、はい、16日、はい、キコーラ蒲田店でですね、はい、キングオブホール、はい、2016というような戦いがですねあ、戦いが発生しますか。はい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 、はい、ぜひ、はい、まあ、皆さんネットで、はい、キングオブホールって検索してもらえば、はい、明日多分出てくると思いますので。あ、本当ですか。ということなので、ぜひ明日遊びに来てください、はい、ぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あとはそんなもんですか、ね、はい、そんなもんということでね、今日はというか今日もですね、CR ガロ魔界の花、はい、そして金色になれ、こちらね、2期中打ちながら、ガロをね堪能していきたいかなと。そうですね、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。告知ボードとかないの安っぽいよ。スマップの新メンバー山ちゃん、今来ました。こんばんは。こんばんは。新しいお友達の方ですか。そうですね、2人目2人目の友達連れてきてくれましたね。ありがとうございます。おい山田、今日こそ3人目、いや2人目かな、2人目ですね、はい、見え張ったね今ね。おい山田、今日こそホラーグマ倒せよ、余裕ですよ、パス余裕です、パス置いとくぞ、レゴ G レビーということで、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お兄さんトレンディーだね、うん、トレンディーエンジェル違う、キングオブホール、山田がいる時点でもうすでに諦めるんだな。サトトトトトさんは、山ちゃんの友達なの、いいの、ダサくなるよ。ああ大丈夫、ちょっと大丈夫、今夜も赤だよ、赤が聞けますように。山ちゃんとあちゃんの髪型の違いが分からない双子ですか。一人目のお友達は移動したんですか。いますよ、いますいます。せっちゃんと友達には慣れてないですか。はい、せっちゃんと、あ、せっちゃん、うん、せっちゃんはね、うん、あんまり金曜日夜いないんですね。あんまりいないということですね。はい、距離取って、親方そらからデブが、山ちゃんあちゃん、天使の輪がすごいですね、楽しみ、山の友達になると漏れなく取れますよ、山は友達いないのか、ねぐじぞぴでザルバの声になるよということでね、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、ちょっと遅刻しちゃったんでね、早速遊戯の方に、じゃあ、はい、本時期やりますか。はい、移っていきたいと思います。違うでしょ、魔界でしょ、山ちゃんは。はい、よろしくお願いします。お願いします。
はい、ということで、皆さん少々お待ちくださいね。山ちゃん誕生日おめでとうと、ありがとうございますね。ありがとうございます。山ちゃん、あちゃん髪型一緒。親方ソロからガロケンが、あっちゃん山に対する愛情は異常だな、ここ好き。もう付き合っちまえよ、見ろよ、山田がダッセーよ。クマ早く見せてください。40秒で当てちゃいな。もうすぐ当たっちゃうよこれ。ガロは鎌田一、鎌田一回りますね、ありがとうございます。山田は魔界か、ロトパッチしか打っちゃいけないんだよ。山ちゃんウサビッチ入れてよ。あ、ウサビッチ、あ、ウサビッチ、うん、ウサビッチどうしようかね、はい、うん、ちょっと微妙だね。あー、でも面白いんですけどね、大事態は。はい、クマパイセン、あー今日も仕事が弱いやつ相手するのしんどいわ山ちゃんね。さあ、本日は因縁の対決が見れる。あ、覚えてますか。レグジゾピ、はいはい、ということで、じゃあ今時期はササササさんがね打っていただけますんでね、はい、よろしくお願いします。あれ、パスワード間違えた。ネグジゾピ、ね、ねか、ね、ネグジゾピ、大丈夫ですか。じゃあもう早速打っていただいて大丈夫ですよ。はい、はい、お願いします。はい、はい、はい、じゃあやっていきましょう。ボリューム4でお願いしますね。はい、はい、コメントちょっと待ってくださいね。まあ行っちゃいましょうか。じゃあ、いや今日もねしっかりね森のホラー悪魔と対決していただかないと番組が成り立たないんでね。はい、初めての気候なインカマタで2時間だけ打つはずが5時間経過して山ちゃんに会えなかった泣きということ。あ、打ってたってことでね、ありがとうございます。来ていただいて、ぜひ次来た時にはね、あの、ね、お声掛けいただければと思います。いつかな、今日かな、うん、今日ちょっとね、寝かけちゃってたんで。あ、そうなんですね。はい、はい、はい、じゃあ大のスペック、まあ皆さん多分ご存知だとは思うんですけど、ちょっと説明していただいてもよろしいですか。じゃあ魔界からいきますか。はい、ね、まあガロ魔界の花、はい、機種ですね。はい、で、お当たり確率がなんと 399.6分の1と、はい、で、魔界ラッシュ突入が 53% の、はい、ST161 回転の台となります。はい、どこまで読んのかな。ホラー悪魔と戦いたいですか。あれ、そりゃ戦いたいです。だって勝っちゃうもん。クマ出てきたらバルスで言いながら剣差し込むと勝てるよ。やっぱりありだな、圧力と矢は安心して見られる。ウサビッチ、ちょっと待って、コメントが早いな。ウサビッチ、打ってたら寝てたわ、なるほど。今日が誕生日です、お祝いしてください。おめでとうございます。おめでとうございます。何歳になったんですか。2日違いですかね、うん、じゃあそうですね。山ちゃんは14ですね。はい、さささっさ、山ちゃんからいくらもらったんですか、友達になるのに。もらってない、援助的なやつですか。もらってない、もらってない、あ、ちょっと待って、何ですか。あのね、はい、ボタンが赤いですよ。ボタンが赤かった。ボタンが赤かった。ボタンが赤い、プッシュボタン赤い。これ多分疑似算するから、疑似算する、はい、ささささっちゃんは何歳ですか。わー、31です。31歳ですね。はい、こんばんは。グッドタイミング始まるところだ。また、賞賛のないマックス打っちゃうのか。相方の中所で、はい、これパスワード山田さい。なんだよ、ザルバパス入れたのか。せっかく持ってきたのに寝るぞ。年明け1年目一発目に痛い目に遭いたらしいね。いやは、パスワードクマ勝てん、クマ勝てんか。いや、次第で明日魔界打ちに行きます。あ、これいいんじゃないの。疑似さんで、疑似さん、炎も赤い、赤だよ、赤出たよ、赤サギ。おい、山田、ほら、ほら、ま、ま、ま、あれ、ザジ、ザジ来ちゃったよ、来ちゃったよ、これいきなり来たよ。タイムストップ発送しましたから。早い早い、今日は今日は早い、でかい早い、でかい早い。ちょっと待って、待ってくださいだろうか、言葉遣いに気をつけろ。いや、しまえ、山田さん、はい、まあまあ今夜も激アツ外しの番組ですか。そうですよ、外れるザジ来た。これはどうでしょうか。でもたまに当たるからね、頼むよ、ね、もう、はい、赤じゃなくていいから、赤じゃなくて、うん、カバタに行って山ちゃんを呼んでもらうときは森のホラー様に勝てない人ってスタッフに言えば、出てきてくれますか。いやそれ誰でもどうでしょうね、うん、笹瀬川ささみかよささささ。熊に勝つ確率は何パーセントですか。 100% です。はい、あそこの眼鏡が黒縁だから、食い倒れたのかと思われた高橋店長、今日誕生日の方おめでとうございます。所属の事務所はどこですか。赤いの大好き山田君、熊に負けるガロー。
タイムストックあまり良くないよね。そうですね。そうなの。まあまあ、今夜も激あこれ読んだね、山ちゃんの時間をその興奮状態のまま止めてあげてください。サササササの趣味は何ですか。趣味、趣味ですか。はい、趣味はパチンコとスロットです。何フェチですか。フェチフェチフェチは特にない。特にない。ないんですか。はい、足足足足、ガロケンは何センチですか。ガロケン、ガロケンは割とダメな方ですね。もうダメな方。さあどうでしょうか。当たる気がしない。さあ山ちゃん、いやね、一発目の、当たる気しかしないですよ。一発目の来るかな。3、2、1、あれ達成。一発目来ました。いやいや、これおめでとうございます。達成。あれはい、おずれ。もう今年も絶好調ですね、店長はね。はい、出せ出せ出せ、ポロタ、まあまあ当たるわけねえなと、ダサすぎる、普通にダサいな。あれじゃねえよ、早い早い、ダサいダサいダサい、何してるの山田、ダサい、当たると思ってる時点でダセえなと。もうほぼ安心しちゃったんですけどね、赤だったね、ププ、ダセえダセえダセえ、ひどい、帰れ、ダセえ、コメント稼ぎが本業よりうまい山ちゃん、普通に外れるから、まあね。お、もうなんで安心してるの。はーって何。足フェチ、膝裏、太もも、くるぶし、膝裏。パーツで、パーツで、うん、パーツは太もも、太もも、太もも、はい、太ももだね。映像固まる、マジですか。さささささ、ひどい、当たると思ったら、残念、外れだよ。今なら戻れるよ、ささささ、逃げて。しまいですよ、ないですよ、一緒に働いてるんですからね。そうですよ。はい、ということで、まあまあまあ、いや、まあ、一発目の ね、まあまあチャンスはザジだったんですけどね。一、まあ、回ぐらい外してやりますよ。はい、もう店長辞めて引き弱の YouTuber にでもなれ。今ボタン赤かったよ、ほら、これ熱いでしょ、もらったんじゃない。これいつもの3点セット、今年も現在。まずは赤、顔を出してから物言え。これ熱いよ、赤い赤いもんが聞きたい。蒲田に行った時に今まで行ってたところよりもサービス良くて片道1時間かかるのにカード作ったので、今後は木コーナーを前方にします。ありがとうございます。ありがとうございます。遊びに来てください。今年もダサい山ちゃん、本当に使えない男だな。さささささ、今の外し方どう思う。ないっすよね。あー、ないよね。普通にね、なかなか天才的なものだと思いますよね。ところで、なんでさささささって名前なんですか。まあ、さささささっていう苗字だから。そうですね、苗字がそうだんですよ。小股のキレ上が、キレ上が、上がったやかな。金曜脱線書、あれだな、バルス、あ、さささささの打っての金色か。そうですね、本日は、魔界の花と金色打ってます。両方マックスです。山田の名言、132、皆さん実はボタン赤でした、これ議事さんいきます。言っても外れますからね。はい、ダサさは天才的だよね、プププ。おかしいな、キコーナーをマイホンにしますってコメントを聞いてありがとうって思っちゃった。ああ、あなたもぜひキコーナーに来てください。ね、始まって13分で、300個名超えてるとかどんだけなんだよ。山ちゃんに捧げるパーです。早すぎでしょ。本名は、真田虫三郎とかで、そう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 、あれってあれ、はい、今日ラピュタやってたんでしたっけ。今日ラピュタだから、バルスがすごいですよ、ツイッターとかも、そう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 。サササさんは結婚してますか。してないです。関西に比べてすでに米3倍。高橋店長が、あの太っちょ、太っちょって怒ってたぞ。例の暴露話ですね。はい。あちゃん今日も良かったね、ダサい人いるから、髪型いじめないかもよ。そうだね、なんだかんだあちゃんが一番やな。このコメント数をおにぎりに、分けてあげたいからで、画面だけ映して何か面白いの、画面だけ映して面白いですよ。台見てください皆さんね。ヤマス、ヤが打ってるのはダサい台ですか。バラ、そうだよ、麦わら店長もクマパイセンに負けてたよ。負けてましたね。マジっすか。この間負けてましたよ。だからね、負けるんだって。クマ出てきてガッツポーズして外れる。結構恥ずかしかったね、あれね。いや、今作ね、多分強いよ、うん、ホラーグマ。あー、結構強めですね。強い強い。バルスって何ですか。ラピュタの中で出てくる言葉ね。バルスよりもダッセの方が人気だから気にするの山ちゃん。そういえばソフトクリームって打ちながら食べていいんですか。
あ、全然大丈夫ですよ、はい、出せっす。え、サササさんの役職は何ですか？裏店長ですか？ええええ、下っ端です。下っ端、はい。山ちゃんに、会えるのを隔週とか耐えられません。毎週この人よりマシと思わせてください。高橋だせ、言い訳すんなんや。物食べながら打ってる人いるよね。いますね。います、全然います。俺今日打ちながらカップ麺食ったよ。それは結構強者だと思う。なかなか強いですね。さささささ頑張れ。はーい、はーい。バルスって何ですか？なんかあの呪文ですよね。はい、だったの、全てを破壊する、はい。麦わら隊長も負け惜しみで、今回のクマは強いよって言ってたから、バルスが来る、貴重なクマに弱い。高橋もダセーな。ガラ掘りを見せてくださいね。まあ、了解です。両方出る可能性ありますからね、はい、そうですよね、うん。実は今日も、ホラグマに俺も負けたのであまり強く言えないバルスで、デキン食らったよカップ麺くらいでさ、打ちっぱなしですか？そうですね。山ちゃんに説教されても店員はみんな裏であいつダセーのにうるせえなって言ってんだぞ。いやいやいや、言わない言わない。大丈夫大丈夫。アイスクリームはまずいんじゃない？暑いの来たら食べてるの忘れて暖房で溶けて台が汚れてしまいそう。クマちゃん、そしたら呼んでもらえば吹きますから、はい。クマちゃん強い。クマさんかわいい。今来ました、こんばんは。どうもまま。ダサ保留出してください。DASA で出すね。うまいだろあいつは。天運ボタンが良かったな。天運ボタン。さささささは、ラブライブは誰推しですか？ラブライブ、ラブライブ、ごめんなさい、ちょっとかわかんない。ちょっとね、なかなか時代錯誤なんで。なるほど。昔のアイドルだったらいけるんですけど。例えばどういうアイドルが好きなの？昔の、はい、好きなアイドル。僕の世代はモーニング娘でした。あー、モームスね。モームスだったね。いいじゃない、モームス世代。びっくりしたんだよね。ホールにアイスの自販機あるもんなと。ありますね。あれ、うちないね。川田はない。うちないね、はい。うちでもあの、はい、ワゴンさんがアイス売ってくれる、はい。ああ、売ってますね、はい。アイスは昨日放送事故を起こしてた。ああそう、ニコラスが放送前にアイス買って、はい、溶けちゃうっていうね。当たったら食べますって言って開けた瞬間ビチャーみたいなやってます。まあそれ完全にバカですよ、ね。さっきマックでクマバイセン飯食ってて近いねマック。山ちゃんに会うときは差し入れに金色色の、お菓子持っていかないとダメですか？そんなことはないです。何もいらないんでね、遊び来てください。金色のお菓子、おせんべいかな。あ、もうせんべいぐらいしかないですかね。お久しぶりです、わこつです。どうもこんばんは。今夜も大阪市育の区から見てます。ありがとうございます。朝一3回転で28,000発。これが4円だったらよかったのに1円だったのかな。蒲田にホラー悪魔のぬいぐるみの景品を置いてください。小鳥ちゃん、全く欲しくないですよね。でも初代かな、初代のガロ出た時か忘れましたけど、はい、3世から反則品で森のホラーグマの人形ってあったんですよ。あ、そうなんですか。そう、ちっちゃいやつであったの。そう結構レアだと思いますけどね。クマみたいな体型の山ちゃんがホラーグマについて語ることがください。当たるまではアトロクションの髪型のアップのみでお願いします。山ちゃん、今日あっちゃんの髪型見てどう思った？正直に言ってごらん。まあ相変わらずだなですね。まあラブラブ推しがないだとふざけるな。青森でこの前当たったから俺は引き継よ。青たまに当たりますよね。青で当たるんすか？たまに当たりますよ魔界は。花用紙、青からザルバとかになるんじゃなくて、じゃなくて青のまま当たりますよ。マジっすか？はい、当たります当たります。ちょっと希望が持てます、うん。山ちゃんもやっぱり床屋でカットしてるんですか？床屋じゃないよ、美容室。1000円カットだよ。もうそれでもダセーとか来るかもしれない。この前いきなり7点から、7点かかって17連しました。おめでとうございます。ニコラスバカだけど結構連チャンさせてたよ。そうだね、カップ麺食べたら出来になるのならないと思いますよ。まことあちゃんの米読みが聞きたいくなって鎌田遅来た。ほぼ初見です、頑張れ。ありがとうございます。まあ当てられないくせにニコラスさんになんてことを言うんだ。ニコラス引き強いからね。引き強すぎなんですよ。さささは彼女いるの？いないです。画面の中にいますか？画面の中にはいっぱいいる。います。さささささささん、はじめまして。台でスタ丼食べてもいいですか？あ、どうぞどうぞどうぞ。ホラグマに似てるから北海道は夕張メロングマで我慢しな我慢しなさいな。これちょっと思ったんですけど、はいはい、あれマックって今最近デリバリーやってるじゃないですか。やってますね。あれってパチンコ屋さんとかでできるんですかね？多分できると思いますよ。キコーナーの何番台にいるんだけどハンバーガー持ってきてみたいな。でもほら、値段がいくら以上とかはあるかもしれないですよ ね、 そうなんですね。デリバリーの場合は、はい。縦の MC 見て圧力安定してるなと思います。ありがとうございます。例えば 0.5 パチンに上に参りますが置いてなかったよ。
設置代表には書いてあったんだけど、ウェイマイマース、うん、あウェイマイマースはまあ、ないですね。ああすいませんないみたいですね。ちょっと確認します。はい、青で当たりは、あと保留変化なくても当たりはもちろん矢以外だけどね、青でも当たるけどガロ保留で外れるのがガロです。そうだね、まあそうなんですよね、青保留で新滅の赤来て当たったから当たるぞ青とも、矢お前はレインボー保留でも外れろ、山ちゃんそろそろ当て演奏お願いします、むしろ4500円でダサい髪型になるくらいなら1000カットでいいんじゃないか、1000カット床屋の3000カットと同じ出来、矢出せ、保留1に飛び込んだ青保留は激アツだよ。あそうなんだ、あ、保留1、2で青になってればいいんですね、うん、なるほどね。マックは確か1500円から持ってきてくれる、ね、青竜で、画面下のガローって書いてある部分がレインボーになった。おお、ささささ似てる名前の、あー、そうか、あー、惜しい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 、びっくりしたちょっといい音しちゃったからね。させかはささみ、知ってる？さ、え、え誰ですか？ササセガワ、ササセガワ、ササセガワ、ササミ、ササミ、ちょっとサセガワ、ササミはちょっとわかんないな。相当なんか下ネタっぽいじゃないですか。俺3番7点外れたよ、倒れそうだった。気持ちはわかる。昨日金の斧の振り子を出、出て当たって11連した。その演出確定なんだね。金なんだ。あ、斧が金にゃんってあるんですね。バーガーキング食いたい、出せたあとこんばんはこんばんは、床屋さんが悪いんじゃない、あっちゃんの、顔立ちが悪い、今からマックに注文しよう、さっき、なりまさって人知ってる、さっさなりまさって人知ってますか、さっさなりまさ、うん、さっさじゃないの誰だろうね、なんか歴史上の人ですよね確か、違うっけ、戦国無双とか出てきてそう、同じ島に綺麗なお姉さんがいたらマック注文してあちらのお客様からですってやってみるかなって逆になんか焦るよねそれやられても、ね、もうそばが食べたい、もう月曜から後の髪型いじられすぎだろ、マックって今配達してくれるんですか、まあ、お店によってやってくれますね。そうなんですよ、あのうちの、ね、お店のすぐ近くにマックがあるんですけど、そうですね、あこれは赤はですね、青保留、青保留ですね、はい、青保留から疑似なし、ひじなし、はい、そのままリーチで、はい、もう金色なんかは当たんないからね、うん、さささささキキキキ、あ待って、ええあ保留2で青で、青で飛び込んだらいいんじゃないの、いやいやいや2じゃ全然2じゃねえ、そうそうそう赤だよ赤盛り上げてよ、あそうですねあの熱い時は教えてくださいね、はいはい、スリン、パチ屋で、マックあちらの方からって言われても多分女性は見えないけどなってですね、赤だったから発展はありそうな感じしますけどね、どうでしょうか、あ1個の時じゃないと青じゃダメだよ、あそうなんですね、あーダメですね、山田終わりすぎ、マックデリバリーは1500円中で発達してくれるけど、配送料が300円かかる、あそうなんだ、山ちゃんマックでスマイル注文してみてください、いやあのね、昔はよくやってたけどね、うん、兄ちゃん全然っていうか、いやちゃん全然、今は知らないけど新宿 あの店はやってたような気がする、ほうほう、保留2の青とか普通じゃねえか、釜木湖近くのラーメン屋美味しかったわ、名前忘れたけど、羅針盤の近く、わかります、羅針盤の近く、羅針盤の近くといえば麺屋武蔵、うん、異常な、興奮する山ちゃんと赤だろうと冷静なさささの対比、熱くないのに騒ぐ山、俺もデリバリーしたけど今実家だからな、したいけど今実家だからな、ダイより騒がしい、違うデリバリーでしょ、うん、そこそこ武蔵、あ武蔵有名ですもんね、有名有名、はい、厚木さん昨日寝落ちしたんだがメロンパンどうなったので、メロンパンはあの2人で食べてもらいましたよ、山ちゃんも卒論書いてますか、卒論書いてないですよ、はい、山ちゃん結局魔界最高何連チャンした、魔界何連チャンだろう、いや、あでもこの間7年ぐらいしましたね、おーすごい、あのね、ニコ生のやつでね、はい、あ、ニコ生でね、山ちゃん今年に入って山ちゃんのビッグニュースはありましたか、今年に入ってですか、はい、特にないですよね、うん、特に、まあまあ、でも2週間ぐらいですからね、まあね、すでに7万ぐらい負けてるぐらいですかね、はい、まあまあ負けますよねさささささ、姫はじめどうでしたか、姫はじめ、姫始め行ったんすかいや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 、あ、行ってない、真面目に仕事してます、山ちゃんをデリバリーしたから、配達料も取られるのか、300円もケンタッキーとかな、1600円以上で配達料、配達無料とかだよね、うん、
武蔵のつけ麺を。あ、そうか、1500円以上でも取られるってことだな。笹山ちゃん、今日も出せしてるしてますよ、デリバリーしてよ、そうそう、今朝ローソンにバター香るメロンパン買いに行ったけど売ってなかった。あ、本当ですか、今度食べてみてください、山ちゃんは最近リップキスしてますか、今来ました店場ありましたか。ザジが1回ザジのリーチかかりますけど、特にないね、はい、森のホラーグマデリバリーで芸能第一、ガロン飽きたよ、寝台とか売ってほしい。山ちゃんの出せはどうでもいいんで。あ、寝台が見たい。ちょっとね、申し訳ないですけど、寝台がなかなかね、出ないものなんでね。今月とかパチンコがね、目星がなかなか出ないんですよね。そうなんですよね、来月はね、多分いろいろ出るんで、はい、来月は寝台尽くしでいけると思います。そうですね、卒論を書いてない山ちゃん、今年のお正月は奥さん以外の女性と実家に帰りましたか。ちゃいますやっぱ負けてるのか、最近マーク高いよね。芸能ニュースを探しいですね、そそそとは MC 中瀬の名前だな、解明しろ安定した時に映る山ちゃんの顔は、特にない、おい嘘つけ、赤い赤いって騒いでたじゃないかや、信頼あるじゃん、ジャブジャブとか、ジャブジャブビート入ってないですもんね。入ってます。あ、ジャブジャブビートも入ってるんですか。はい、あ、じゃあジャブジャブビートでもよかったんじゃないですかね。あ、どこもやってなかったんですか。横須賀がやったんですけど、モツさんが2時間当たり、ラッシュ行かずっていう。マジで。いや結構きつかった、ね、あのジャブジャブで、あのジャブジャブで2時間ラッシュに行かないっていうね、結構厳しいね、放送でしたね。あ、体が持ってないね、それはね、はい、はい、まあ、僕だったら30分もあれば余裕ですけどね。いや、30分でいける。余裕。まあでも今日は2回ですか、ジャブジャブは。あ、そうですね。ちょっとね離れてるんで。はい、すいません。残念ながらできないですけど。山田キロンニクロスみたいに早く当ててください。蒲田店に一番古い稼働中のパッチ台は何ですか。一番古いなんですかね。海。あ、天出寺とか。海の天。うん。とかはありますね。天出寺は信頼ないんですか。天出寺はルパンと、グレートザキング。そうですね。と、ジャブジャブビートと北斗。北斗のジボね。ジボ。はい。いいよ、ダメ、ジャブジャブはもういらない、お願い魔界のままでやってくださいジャブジャブはややむきの台。よしやろう。山ちゃんダサいから全回転出したことないよね。ないですね。持ってない人間が持つのこと持ってないとか言うな、わら。ジャブジャブもやもやだな、山ちゃんやってよ。あちゃんメガネかけたアジャイアンみたい。ジャブジャブはちょっと地味で配信向きじゃない。昨日寝落ちしたんですが、ニクロス当てたんですか。当てましたよ。さささささで、あ、さかける4でいいんじゃないか。今日のバスのニュース、今日はバスのニュースばっかり。最近毎日いろんなニュースばっかり。じゃあジャブジャブ今度やってみなさいよ。ね、今度ね、まあまあ機会があればね。そうですね。山ちゃんでオートパッチは入れてないの、また入れる予定ないですか。入れる予定ですか、うん、入れる予定はね、ありますよ。あ、入れる予定ありますよ。オートパッチ、はい、ほぼですね、はい、来月導入が確定しました。来月配信できますよ、オートパッチ。次回の蒲田放送はオートパッチですか。ジボじゃなくて、ジゴだからだったら面白かった。山ちゃんは一体何を待ってるというのか、権力か。モッサンに土下座しろ山。TM の山とか風来の試練の山とかって普通に嬉しかったもん。ああ、あってたね。ああ、なるほどね。サッシでいいんじゃないか。あ、佐賀4つでサッシね。サッシ来月新しい海入りますか。新しい海、あ、入ります、はい。昔ながらの海ですね。そうですね。来週初めてかまと店行くからよろしくね、待ってます。お待ちしております。下さんにはぜひ、店長いますかってね、店員さんに聞いてみてください。ぜひぜひ。はい、あ、ちょっとずらがずれてるよ、ずれてないよ。皆さんこんばんは、生お初です。こんばんは、どうも。仲間の皆さん、またロトパチ見れますよ、朗報ですな。そうですねいやでもね、ロトパチ面白いですから、まあまあ、あれはあれで面白いですよね。いや、なかなかの名機だと思いますよ、うん。今日当てる予定ありますかまだだってね、時間が10分くらいしかなってないから。まだ、そう、いや、40分なってますからね。さささだから、今までで一番好きなアニメは何ですか。一番好きなアニメ、もう世代が古いんで、ドラゴンボールです。あ、ドラゴンボールいいじゃないですか。今もね、やってますね、ドラゴンボールが。まあ、ザ世代ですよね。ザ世代ですね。山ちゃんって実はシャイだったりするんですか。あれ、僕ですか。はい、まあまあ、実はシャイですよ。いや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 そんなことないですよ。サッサンじゃダメじゃな、ダメなの。あ、サッサンでもね、別に。あ、サッサン、うん、いいですね。鬼武者マックスでもいいけど、鬼武者マックスはね、なかなかないよね。サイ4つだからサシコ。
どっかで聞いたことあるような感じで、うん、山ちゃん、どうもどうも、そろそろ MC 席に来ない？ちょちょちょ早いでしょ、年越してから指がなまっててでおいで。あちゃんまこ今来たよ、こんばんは。山ちゃんまだ当たってないよね。ささささん、はじめましてかな。はじめまして。はい、こっち見てください。あ、カメラの方ね。はじめまして。はい、はい、M、 あ、じゃあ M じゃない、海の M56 は朝一から3018回ハマって単発という苦い思い出がある。怖いよ、そんなにハマったら。海でそんなハマっちゃうんすもんね。あっちゃん、サササササ言うのイライラしないですか？そんなことないですよ。あ、青保留。あ、青保留。はい、さっちゃん。この間、蒲田でエヴァが、エヴァ、カオルくん保留で24年したよ。ありがとう、山。カオルくん保留？ 24 年、いいね。さっさとかでいい。え、一応、赤い服。カオルくん保留って何なんですか？保留にカオルくんが出てくる。あの真ん中のところに確定？確定ですね、多分。え、赤や？赤って言った今。いや、赤い服でした。あ、赤い服でした。いつも赤い服だよ、あれ。さ、猿っぽかったから猿で。ビターすぎますな、3018。いつか取り戻せますよ。やっぱり、マックスは旗手が重い、そうですね。サトトタウンは31ですね。山もついでにこっち向いとけばいいんじゃないか？いや、いいですよ、いいですよ。どうせね、こっち見んな、こっち見んなっていうのが来るのが目に見えてるからさ。山ちゃん、クマまだ？もうちょっとですね。はい、山ちゃん、縦縁だけど、俺、ロトパチ3連後、隣の台に移動したら、おっさんがロトパチ1回転でラッシュ入って、60連チャンぐらいされた。まあ、あるあるだよね、動いたらね、出されちゃうよね。今日も山田が1時間風呂入ってても、山ちゃんだから風呂1時間行ってても大丈夫だなってことね。なるほど。いや、もう早のシャワーだけで帰ってきてくださいよ。はい、サトトタンも赤に反応し始めてるじゃないか。まあ、赤はもうバッチリ反応してくださいね、ちゃんと赤出たら。赤はね、赤は反応してください。ササンは、平塚のゴトゥー風味だな。まあ、あの初めて出てるんでね、緊張とかありますか？緊張してますね。あー、やっぱね、最初はこうですからね。そうですよね、僕も緊張してますからね。はい、全然してないでしょ。山ちゃんも、私は今年まだ山ちゃんのお顔見た、今年まだ見てないから、ぜひともカメラに向かってピースをしてください。ぜひぜひ。近い山ちゃんこっち向いて、今夜が山だ、山ちゃん暇だからこっち見て、山田入って赤いぞ、こっち見んな、帰れ、こっち見んな、こっち見んな。キャイケメン、こっち見んな、吐きそう、ぶっさこっち見んな。カメラが壊れる、こっち見んな。いやね、もう分かってましたからね、こういう反応になるのね。分かってましたから。緊張感の差が激しいですね。そうですね。無線が接続される。あ、本当ですか。電波が悪いのかな。彼、リスナーの委託は半端ねえな。こっちみんなお約束ですね。本気にすんじゃねえ。もうええバロタ。顔が小学生ですね、山ちゃん。ねえ、ということでね。まあまあ、あと1時間20分ありますからね。あら、もうそんな時間ですか。さささささ、もう頑張って当ててください。じゃあ、そろそろ当てようかな。そろそろ。どっちかそろそろいいですよ、時間的に。そろそろ、まだ一回もガロすら出ないっていう。ああ、発展してないね。発展してないですね。どうせ山ちゃんから俺より目立つんじゃないぞって釘刺されてるんでしょ。さあ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 、それは刺されてます。さっき、まあ、ボソッと言われる。なるほどね。ちょっとでも喋ったら足踏んでるもんね、今ね。本当ね、見えないところでね。よし、あと1時間20分、あっちゃんの髪型ついてかったのか。ついでに鎌田の六角もこっち、みんな。今何回転ぐらいですか。今160ぐらいですかね。はい、冗談で本当に見たな。そう、山ちゃんは一応青保留入ってますね。あー、緑保留。はい、緑ですね。緑エフェクト、緑超アクションいけばワンチャン。あ、違うか、いかないな。あ、緑のまま。あー、ちょっと弱いね。今ホラークマがいた気がする。疑似連も来ない。そうですね。今年も串の部屋だな。あれだね、
いや、じゃあそろそろ当てようかを当ててみやがる。一応の失格、うん、あっちゃんの髪型もう慣れた、山田一辺死んでみる、こんばんは、山ちゃん今週も調子よくダサく決まってますか。ちょっとまだ今日1回だけですね。何もないですね、うん、まだね、はい、おお赤ー、はい、赤いよ、赤い撃破、はい、そうそうそう、いやいや意外と熱いんじゃないの。そうそうそう、うん、でも保留は緑ですね、はい、聞こえた時景品カウンターに山ちゃんが景品のお菓子を幼稚園に配りに来ましたって写真あったけど、あ、はい、はいはい、保育士さん目当てですか。じゃあじゃあ、おお、すげえ当たりました。当たった、おめでとうございます。本日金曜当たり、結構弱かったのにやっぱね、こうですよ、やっぱこういうところケツ浮く感じね。はい、おめでとうございます。ね、あ、いいですね、山田とは違うな、ダッセックねーと、おー宿中はついた、なるほどね、あかんやんか、目立ってしまってはあかんやんかと、持ってる、そうそうそうだ、あれ山は、ありがとうございます。いやまだ静かですよ、うん、矛盾が根治きいね、山田はまだ当てられないのか、おめえそうそうそうだ、足踏まれたか、山田は一人で何遊んでるんだ、山とは違うのだよ山とは、山とはえらい違いだね、足踏まれる、そうそうそうは違うな、まあ、これ ST 入れてほしいね、ちょっとね、そうですね、はい、まあまあ ST はね、うん、50% ですから、そう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 、なかなかね、難しいものがありますよ、まあ、うん、まあ、外しても時短もありますし、そうだね、そこで、山ちゃんいないんやないか、赤帯は信用できるのが金色、なるほど、トトトトさんは、契約上で当てないことって言われてなかったらギャラ払われないよ、店長店長こっちです、圧力、右の画面でかくないか、右右右ってどれぞ、山ちゃんの画面がでかいってこと、あ1画面にしろってことまあ ST 入ったら1画面でもいいかもしれないですね、はい、まあ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 、でしたらボコボコにされるぞ、確定 ST 確定だっていう、はあ、赤い、うわ何それ、エフェクトいった、あすげえ ST いった、さすがですね、赤いエフェクトだったのあれで、持ってますね、持ってますね、はい、超圧でもしっかり当てますよ、はい、はい、おめでとうございます。おい、ありがとうございます。さささはできる子。よし、1画面でやわコマンドだ。了解しました。はい、すげえな。いや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 、あれでもね、いっちゃうんですね。はい、感じかな。はい。じゃあ、今時期、メインで、ちょっと映していきますね。すごい。いいな、今時期。いいなってあ心の声漏れてますよ、いやいや今ちなみに、はい、いろいろ 今まで言ってましたけど、はい、僕打てるのゴンジキですから、違う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 全然違う、まかみたいと、まかみ一応映してありますよ、熱くなったら映してあります、一応映してあります、そそそは素晴らしい、ああ見ろ、山がゴミのようだ、そして今日以降そそその姿を見た者はいなかったか、山田画面に映ってないけど何しに来たのか、2画面でいいよ、せめて9分の1くらいの残してあげてなるほどね、これぐらい、いやでもこれだと見えないもんな、あこれでこうすればいいか、これで寄れば見れない、まあまあ来たらすぐ言いますから、そうですね、おああ緑か緑まあ緑ですね、はい、山田の台を見なくても仕方、見ても仕方がないからな、山田の顔だけ映してくれればいいよ、まあ、もうちょっとで当たっちゃうんでね、その山田君の時給を上げてあげて奥さんと愛人を養わないといけないから山田も早く当てなさいよ、魔界はもっと小さくてもいいよ、台変われって言ってる店長の圧力、矢の魔界も同じ大きさでいいんだけどな、信頼じゃないないけどさ、いじりができない、なるほどね、山田もあこれ読んだな、矢の魔界あこれ読んだ、うわよりにもよって手柄の横取りですか、山ちゃんそれ激アツ話すようにダサいです山ちゃんやべえよやべえ、店長としてのプライドが、こんばんは岡山から見てます、ありがとうございます、鎌田おぞ楽しみになってました、山田、外パイセン当たったらブイ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 って言うんだぞ、あブイブイか、いやブイブイよろしく、いいよ山の顔もっと小さくして、もっと小さく、山ちゃん森のほら悪魔出たら呼んでね、了解です、うん、まあまあまた出るでしょう、うん
見えてるかな、大丈夫かな、ね、これではね、うん、駆け抜けるっていうことがありえるからね、うん今来ました、いらっしゃい、最後は SE ロシアン用にこれ残しておいて別の台でもう一回当てよう、ハズレが続くと人としても倒壊することがよく分かった、手柄を横取り、山ちゃん森のホラグマのモノマネしてください、モノマネホラグマのモノマネってなんすか、金色の方が ST が続くイメージ、分かるよ、分かる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 、おい、駆け抜けるのを期待して、期待するんじゃないよこれ、当たってますか、え、あ、閉まんなかったね、はい、当たってますか、今金色が SE 入りましたね、ダセ山ちゃんがダセはちょっとかぶってる、ホラーグラ、山ちゃんあんちゃんのモノマネしてください、おお回った、あ、暴走、あ、暴走、新滅ゾーン、新滅ゾーン、おお、いい、青かよ、いやいやいや、でもほら、あ、こっからですもんね、そうそうそう、順番、こっからだ、ここから忘れたよ、はい、あれ青山ちゃん、するしろ、心の声ね、やっぱ根気いいな、なんで山、相性悪いのにガラ打つの、ないない、2画面になったらカクついた、あちゃん画面が止まる、あれ本当ですか、あ、止まった、ちょっと待ってください、いいね、いいね、はい、やっぱね、ガロはその速いところで当たると、うん、波に乗れる気がしますよね、そうですね、カクつく、ちょっと待ってくださいね、画面がカクついちゃうみたいですね、これでいけましたか、大丈夫かな、それはただ単にあの圧力さんがロボットダンスしてるだけじゃ違います違います、すいません、カモと電波悪いんですよね、そうなんですよ、 OK、 はい、ということで、ね、さっきのササもプシュンでしたね、はい、よくなった、ごめんなさいね、ちょっとビットレート下げましたので、久しぶりにゼロが見たい、あーゼロね、あゼロね、矢が死滅暴走になったら画面が止まる、戻ったよ、かまと電波工事、 OKOK、 ありがとうございます、すいません、ちょっとね、はい、引っ張ってくるのもちょっと遠いんですよね、そうですね、ちょっとねあるんですけど、あるんですけど、ね、距離がねちょっと遠いんですよ、1分くらい大丈夫、根性スルーしそうじゃないか、危ない、えいや、まだあと100回ぐらい、あと100回転ぐらいあります、はい、山田せ言えなかったじゃないか、佐藤するしたら、歯車パイセンの真似で謝罪してくださいね山田の親密リーチ見れんかった、ごめんなさい、山ちゃんのダサさは電波にすら干渉するのと、山ちゃん、バトラー君のぬいぐるみ遅れてるみたいだけど、いつ頃受け取れるようになりますか、ちょっとね、まだもうちょっとかかるみたいですね、はい、すいません、なんだかくつくのは鎌田のせいなのか、おっといいんじゃない、青い、はい、この前魔界でどうしたの、山ちゃん今鎌田に、魔界何台あるんですか、導入当初のままですか、そうですね、今4円パチンコに54台と、はい、1円パチンコに6台ご用意しております、はい、金色の ST は闇の飛翔、リーチが特に秀逸、おお、いやでもこう見ると金色は金色懐かしいですよね、うん、いや面白いですよ金色、全然面白い、さささって誰ですか、今日ね初めて出ていただいたね方ですね、はいはい、はじめまして、あーマジで抜けそうちょっと焦ってきた、やばい、ちょっと焦ってきたね、何もかからない、山ちゃんさりげなく金色打ってスルーさせようとするのやめてください、いややばいな、だから金色 ST、わけわかめ、ちょうどあと半分ぐらいですか、はい、今あんちゃんが一生懸命夜鍋してバトラ君のぬいぐるみ作ってますサササさんの名前の由来は何ですか、はい、あ、まあ、名前がそのままです、そうですね、名前そのまま、名前そのままなんで、ただ A さんですね、はい、はい、スルーかなせさん、はじめまして、せじゃないよ、今年になって預け放送出ましたか、出てないですね、今年は出てないですね、はい、鎌田で魔界を打って、あまりに当たらなくて悲しくなったら山ちゃんが隣で打ってくれるサービスはありませんか自信を持つために、あ、緑、はい、
緑はでもちょっと弱いからね。緑はね、テンパらないからね。うん、劇団蒲田の契約、友人。さささ、SE スルーしたら言及よ。やっぱりガルは金色の、が好きです。うん、金色やばいぞ。ちょっとその気持ちはでもわかるね。うん、あんちゃんならやってくれそう、バトラー君、作るのね。うん、さあ、残り50回転。あれやばいよ。あれやばいよ。脱線言いたい。あんちゃんならやって、あ、これ言うのね。はい。いや、ていうか、魔界が全然いいとこないですね。どうしたんですか？ちょっとね、だから今、まあ、その ST 中だからさ、はい、そこはね、譲ってあげようかなっていうのなるほど。じゃあ ST 終わったタイミングでね。あ、そうそう、ちょうどいいタイミングで入れ替わる感じでね。疑似さんが来ると思いますよ。はい。今時期やばいぞ。脱線言いたい。あれ、皆さん、ちょっと リアルにやばくなってきた。皆さん、今日は夕食食べましたか？夕食は食べました。何食べたんですか今日は？今日天丼です。あ、天丼。はい。さんは僕はポークソテーです。え、ポークソテー。ポークソテー、あ、まかない的な。はい。あ、いいですね。食べました。あっちゃん、そうそう、交代しようか。早く山ちゃんにガロ保留、出て外れないかな。どうしたんですか？通常だろう、これが、通常の点です。お、ちょっと早い。早い行ったんじゃない？行ったんじゃない？はい。チャキ。はい。ありがとうございます。危ない。素晴らしい。危ない。132回転。危ない。あれ、外当たってた。山ちゃんは当たってないですよ。今時するのにはたっぷり当たりましたよ。ありがとうございます。外から SCC は出せって言うべきかな。いやいや、当てましたから大丈夫ですよ。はい。ということで2連目ですね。はい。あ、よかった。ちょ着メロが聞きたいですね。そうですね。私も今日面倒だったので、天山ので天丼食べた。天丼美味しいよね。さすが新音。美味しいですよね。うん、ノーマル保留確定だったっだっけ？ノーマルで新音って確定ではない。ではないですよね。まあ、暑いとは思いますけどね。ノーマル保留でなんか結構剣とか誘ってもまあまあ暑いですからね。そうですよね。うん、さすが、さすがおめでとう。ありがとうございます。さすが店長と一味も二味も違いますな。ありがとうございます。さすが、俺は信じてたぞ。本当かよ。抜ける言ってたじゃないか、みんなで。さすがも、おめ、山早く。さすがは店長とは違いますね。わかりやすい勝ち方とわかりやすい養分の図かな。魔界の信用はよく外れるね。うん。そうだね。金色の方が確かに信用は当たる気がしますね。信頼度は高い気がしますね。山ちゃん小さくしてください。みんな小さいの希望ですか？でもね、魔界見たい方もね、多分いらっしゃるんでね。ああ、今二分割ですか？はい。ちょっと新滅リーチの時に2画面にしたら、ちょっと映像がかくついてしまいまして、はいはいはい、すいません。ちょっと重くなっちゃったのかな？そうですね。金色は新音とガロブ保留だけは評価してる。山田の画面でかいよ。当たるたびにさを増やしていこうか。山ちゃんさ、携帯音、聞きたいな。なんて当ててないくせによく言うわ。プププ。さささって打ちにくいからさ読んでいいかな。ああ、でもさでいいんじゃない。さでいいんじゃない。ささん。いや、もういいんじゃない。 S で。何で S？S さんいいかもね。山ちゃんもう1時だよ、 MC やる？いや山ちゃん、まだ当たってないですから、山ちゃん今日1回も当たらなかったら圧力と同じ卑猥な髪型にしてください。ブー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 ってやってください。はい、吉宗みたいに V 入った時ね。できる？え？そう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 さんが、そうそう、ブイ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 って、そうそう、ブイ入ってるか、ブイ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 って。山ちゃん、大当たりの予定は何時頃ですか？大体1時11分ですかね。はい。山ちゃんザルバーで良かったんじゃない？でもザルバーでも当たらないと思うけどね。山ちゃんの画面とあっちゃんの画面は大きさ変わるよ。山ちゃんの台光ってね、光ってますよ。左画面は魔界騎士、右画面は妖文騎士。矢に対してのサッカー、あ、矢と差でね、ちょうどいいんじゃないですかね。あっちゃんを右側画面にして、山ちゃんの画面は中央画面でいいんじゃないか。さフリーズ中。あ、前売り？前売りはね、継続だよ。OK、継続。はい。
コロスケはこうみんな蒲田の店員一文字になるじゃないですかあれあーまあーあーさあどうですか。継続でしょ。継続ギジさんギジさんギジさん山ちゃんギジさんさあ緑ですね。緑からはね、はい、まあ、和光どもさささんやべえ出るんじゃなかった待望以外あー待望山ちゃん1時11分に当てる宣言聞いたぞ。ちょっとねうわちょっと微妙だねこれ、うん、あっちゃんの顔に魔天使降臨してるよ。魔天使が降臨どこん。いやこれはアニメ止まりっぽいですね。これアニメ止まりっぽいですね。脱線の準備しとかないと。いやいやそこまでいかないと思いますこれ。あ赤い赤い、うん、出た自販機赤い出た自販機赤い、うん、あ大笑い、外れるよ絶対に待望そんなあなたに僕ら失望うまいね今日ザルバと契約できたけど 4.5K 負けでした。まあまあそれぐらいだったらね回収できるよ。まあまあまあそうですね、うん、脱線の準備しとかないと。はい、残念。まあ、だと思いましたよ。ギジさんでも読んでも、読んで全回転でも当たらないのが嫌。全回転は、全回転はさすがに当たるでしょ。出た。自販機赤いのデフォだよ、まだ。山ちゃん赤いから、あれそうなの？赤いからって無理なものは無理なんだよ。デフォじゃないような気がしますけどね。ジュースの種類とか多分ねえ、うん、そんなに赤いのが好きなら缶コーラでも買ってこいよ山ちゃん、一昔前の人みたい。今は赤いより上はいっぱいあるんだよ。ケージでも何でも。あれちょっと熱いんじゃないの。 2個連続2回ぐらい、うん、あ刺さりましたね1個目。やばいやばい。痛いこれ。はいあーダメですね。でももう一個、はい、もう一個あってね。山ちゃん赤い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 。あやばい。これはこれは来たんじゃないの。さすがに赤先発のわら今の若い、うん、おうさあ2回だからね。はい。あれだあれ痛い痛い2回連続外れるのは結構痛いよこれ最近うちに行けてないからキコちゃんが楽しい。ありがとうございます。コカ・コーラの自販機だから 赤いんじゃないかな。赤でもレインボーでも外すのが嫌。ジュース缶はガロじゃないとチャンスじゃない。言い方を変えよう。全回転を外せる能力持ちや。一応紅茶は、赤系のチャンスアップだよ。このところ、最初にマックスを打って当たらなくて甘みで回収というパターンだな。おいダーン。そうそうラズ負けてないけど勝ってない。ジュースの色が変わるんだよ自販機の赤はデフォ。山田が打つメーカー打つとメーカーから苦情が来るらしい。山ちゃんスマップ解散どう思いますか。いや解散しないと思いますよ、うん、そうっすね。さささささサール山ちゃんいくら赤くても全部光ってないと熱くないんでしょ。そう全部光ってないとね、うん。この前金色の保留出て、焦ったけど3連金色の保留が出た。金色の保留あ金色の保留じゃないの。あ金色ねごめんなさい。ああ金色はあれですねプレミアですからね。格円も STM 確定しますよね多分。えあれ金色って外れるんじゃないのか。あ国運保留ですかそれ。そうそうそ う, そう。あ金あ国運保留はそうですね。あ外れます 30% ぐらい。あの逆エンブレムがああそうそうそう。私も今年も、まだ発出してないな。山田今なんて言った、山田あえぐな。そういえばこの前デッパがいっぱい刺さるの3回くらい出したけど、自分の台では見たことないもん。そうだねあのレインボーになるやつでしょ。それ出したんですか。出してましたねデッパが。デッパ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 引き強かったですねあの日はね、刺さってから予防で山田、蒲田店の山田店長お願いですから弊社の台は打たないでください。どこのメーカーの方ですか。山ちゃん顔見たいよ、プレミアじゃねえよ。あの国運はプレミアじゃないね。今時期金色は外れる。魔界の金は国運だね外れるね。今日ザルバで、保留 青砂時計から緑金色 99.9 出して嬉しかった。すげえすげえそんなのあるんだね。っていう間に残り64回転ですけど大丈夫ですか。あ割と苦しい戦いですね国運は、市内で 50%。
あ、そんなにあんのって。さっきのやっぱ2連続外したのが痛いね。そうですね、うん、剣刺したかったっすね、うん。山田国運保留出せるものなら出してみて。1回だけ出しましたよね。あ、出ましたね、1回無事に当たったやつが、ね、はい。山ちゃん起きてる？起きてます、起きてます。山ちゃんお暇でしょ。もう1回カメラをじっと3秒見てごらん。いいよもう。さささささん、彼女いる？いないですね。いないですね。お、なんかいいんじゃない？なんか今変な音、変な音鳴った。緑保留、うん、ね、山ちゃん、僕たちもクマちゃんにボコられちゃった。ダセー言ってごめんね。お、あ、ないですね、3回目は。そろそろ各メーカーから聞こうな本社に山田店長を打たせるので苦情が来そう。山ちゃんの台、起きてる、起きてますよ。さささ、俺は信じてるぞ、威圧。聞けってことだね、これね。まあね、通常よりはね、スピーチ見たいですからね。はい、まあね、うん、あと50切っちゃってましたね、もう。はい。まあ、さっきもその辺で当たったからね。いや、50回転で100分の1を引けばいいだけですから。そうですね。皆さんホールには所持金いくらできますか。いくらぐらいですかね。前も3、4万かな。うん、そうそうそう、ね、リアルにいくらか覚えてないですけど、はい、カードは持ってきます。カード、あ、銀行のカード。銀行のカードは持ってきます。常に下ろせるように。あ、銀行のカード持ってくんだ。あ、なるほどね。まあ、ま、万が一がね、ま、万が一あるあるある。現状とか大事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 。そんなやれば、赤剣か、ガラ保留の音聞かせて。今日は26件持ってって代わりは 21.5K だった。あ、4.5K ね。あ、お、お、あ、はい。ちょっと保留はいい感じになってますけど、どうでしょう。じゃあ、まあこれ外しても次緑ですか、ね。そうですね。持ってったら持ってるだけ使っちゃうからな。そうなんだよね。わかります。さあ、緑保留、これがね、転売してくればね。うん、あれ、あれ、あ、びっくりした。さっきも見たな、これまた。ドッカンかと思ったけど、で500くらいはまるけどな。うん、中氏は3万くらい持っていて、コンビニまで往復を3回したって言ってたね、笑った。まあまあ、ちょっとずつ下ろす方がね、お金使わなくて済みますからね。いやーね、でも思ったんですけど、うん、やっぱね、コンビニ何回も行くのね、うん、やっぱもう負けの負け確実なんですよ。まあお金使ってる証拠ですから。もうね、経験上そっから勝ったことがないんですよね。お金下ろすときって勝て、勝てた試しがない。確かに、さあどうでしょうか。一応チャンスですけど。ガシャーン、おー、山ちゃん、来た来た来た、山ちゃん剣刺さった。ついに刺さった。はい、さあどうでしょうか。いやいや、まあ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 、とりあえずはね、あ、疑似さんはするでしょ。あ、これ本当に熱そう。山ちゃん、これ熱いよ。山ちゃん、今なら分かる分かる、うん、ほら、あ、赤い赤い、周りも赤いもん。さあ、山ちゃん見せ場来ましたよ、ようやく。いや、これ低運いっちゃうんじゃないの。はい、ガシャーン、ほら、ここだね、ここだね。ねえ、おー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 、赤い赤い赤い。あ、魔天使も出てきて、もう最高の流れ来てますよ、山ちゃん。これ来ちゃったな。あ、私たちは信じてたよ。熱い。ホールに ATM 置いたのも悪い。ATM じゃなくて、J デビットで入金できるのは便利ですね。わ、火力マックスだって。すげえ。来た来た。1時6分やだぞ。今レインボーだった？レインボー？なんかローリングが虹だったってよ。どこのローリングが？円のなんか周りの回ってるやつじゃない？おい。おい。あ、レインボーだったって。じゃあ当たりじゃん、山ちゃんこれ。だからさ、レインボーだね、レインボーだね、言ったじゃないですか。そのね、ST がちょうど終わるから。なるほどなるほど、確定おめでとう。虹ローリング確定。はい、すいません、駆け抜けました。あ、ちょうど切り替わる感じで、魔界がこれで当たりますね。ついに来ちゃいましたね。はい、おめでとう。虹を見逃すあたりが山田。これこそからって感じです。ローリング、ここがぐるんぐるんってやって動いてるじゃないですか、あれが。それがレインボーだったんですか。はい、いや、ちょっとそれは見逃しましたね。はい、レインボーで外せ、外すんだ。あとはクマとの対決を。皆さん起きて、クマバトルチャンスですよ。山ちゃん、おめえ。いや、でもハンプティに勝つなんてこれ初めてだな。うん、まだ分かりません。レインボーでも外せますよ、山田店長。後日 YouTube で確認しろ。1時10分マジに当たる。
あ、なんか文字が赤い。え、これ青いんだけど。あ、どう。本当大丈夫かなのかなこれ。あ、大丈夫でしょう。ガシャンで目が覚めた。 S 字に一回当ててるから視聴者も当たった当たった。まだまだまだ。クマがアップをし始めました。あ、これはすごい。ローリングしてる、はい、ローリング。でー、ありがとうございます。当たりました。ありがとうございます。青帯だったら当たりだね。視聴者は虹だよ、虹が聞きたかったんだよ。さっきごめんねって言ってたけど出せって言いたい。ホラグマに会えますように。クマパイセン、まだハンバーガー食い終わってないのにな、行かなきゃ。チおめえ、はい、ということで、お当たりおめでとうございます。ありがとうございます。クマも来ました。53パーあるんでね。チチこれ53パーいきますよ。そうですね、はいはい。まあまあここからバトル行きますからね。どうでしょうか。エステに入れることはできるんでしょうか。本日はチチチケ、クマ来い、クマスタンバイ中。さあ誰が出てくるんでしょうか。対戦相手はクマパイセン。どれ出番かな。ホラークマさて、あれ、これ、そうそう、あれなんかこれちょっと違う。あ、魔怪獣じゃない。魔怪獣か。はい、クマちゃんさん、はいよ、通常行けよ。クマが、ストロングベア来い。来なかったですね。はい、魔怪獣星が4つ。いやいや、5個だよ、5個。何これ。魔怪獣星5個。はい、シャンシャンシャン。あっちゃん、エステ入ると選挙のやりとりダイヤリーとみなす。いや、髪の毛マジで。山が行ってた時間に割りとしてるのと。あります、あります。僕これ同じので負けました、この中。じゃじゃ、まあ、はい、か勝ったっていうのはないんですか。勝ったはないですね。なんなんす、はい。パスワード入れたからじゃないかな。魔怪獣ダメや。魔怪獣の中身クマやで。山タンタン。さあどうでしょうか。いかない、いかない。はい、ということで端末。いや、最近思うんですよ、はい、これね、間違いなく、はい、金色ヌードの時の方が、はい、ST 突入率がいいんですよ。間違いない、間違いない。間違いない、達成。魔界はほんといかないんだよね。はい、まあまあ山ちゃんね、単発ですけれどもね、まあ一応ね、時短ありますからね。だよね、伊達山田。まあね、星5個って勝ちやすい気がするんだけどな。山田今ちょうど10分やで。1画面よろ。連打が足りない。出せ出せ、下手くそ出せ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 。この間勝った。マジでやっぱ。マジっすか。ちょっとは勝つ時もあるんだな。あ、そうなんだね。鎌田の山田、安定の矢ですね。まさに通常、安定のプレタン。熊、Y が戦うまでもない、ないで。やっぱ山ちゃんだね、この辺はさすがですわ。やっぱ無理かーと。無理でしたねー。ということで、じゃちょっと今度は、まあまあ時短中にね、当てりゃいいんだから。魔界をちょっと1画面にしたいと思います。ちょっと待ってくださいね。いや、復活ねーな。はい。あ、でもこれ時短中になんか止まって確変、まあね、なったりしますもんね、はい、あの可能性もまだね残ってるもんね、まあ、そうですね。で、はい、次の目標、クマに会う。山田って魔界で単発以外あったっけ。ありますよ。山ちゃん頑張って期待してるよ。ありがとうございます。チ近いでない、今度星5個でか、5って勘違いしちゃうよね。あ、期待度5だとね、星5個だと期待しちゃうよね。いや、本当そうなんですよね。牙があるじゃん。隠れ ST どうだった。ちょっとね、見逃したんですよ。山田って魔界で単発以外あるんだね。きっと潜ってるよ、棒。歴代最強ガローだから時短でもいけるでしょ、フレークは。山田は新技ガシャン覚えた。あの可能性持って、矢は10ラウンドの時見てなかったんですか。見てなかったんです、はい。ということで、山ちゃん、はい、大当たりしたということで、はいはい、私からですね、今日は、ちょっとプレゼントがなんとありますので、ちょっとね、はい、ありがとうございます。はい、これただ、あ、
あ、びっくりびっくりした。はい、賞味期限が1月14日。いやいや、違います。はい、ハッピーバースデーということですね。ハッピーバースデーということで、私から山ちゃんにケーキを用意しました。おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。もう先にやっちゃう感じですかね。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディア山ちゃん。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。あのすいません、どうしました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 。あれなんですけど、どうしました。チョコがに、チョコにあの名前書くじゃないですか、はい、名前書きますよね、やっぱりね、はい、チョコにはやっぱり。なんであの脱線になったんでしょうかね。あれ店員さん間違えちゃったかな。あれ、あ、店員さんにはちゃんと山田って言ったんですけどね。あの、おかしいおかしいよおかしいよちょっとあのその、あの文字のやつだけ持ち上げてもらっていいですか、ちょっとだけ。はい、脱製ということでね。はい、脱製が脱製を食べるということで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、じゃあね、先に当てちゃおうかな。僕あの店員さんに何回もへっはって言われました。あのお名前なんて書きます、あの脱製って書いてくださいはっへっはみたいな。まあまあそうなりますよ、ね、何を言ってるんだこの人はみたいな。しかもハッピーバースデーなのに、そうそう、脱製って書いてくださいみたいな。まあね、後で食べてください。ありがとうございます。はい、はい、ということでね、魔界は SE時短入りましたんでね。あれ、はい、やっていきましょう。おめでとう、おめでとう。ローリングしたんだよ、ローリング。はい、ミスター達成クソワロ、だ、達成、お、テンポった。お、いいですね。これ時間空けたのがよかった。ほら、ほら、危ない危ない、はい、違う、弱い、強いよこいつ。はい、明日から名刺を出せんしょ、ツイートしてください。ケーキ屋さんも何のことか分からなかったの。そうだね、まあ、分かんないでしょうね。はい、あっちゃんいきなことするね。出せ、髪型が出せとはな、出せで、は、さすがつろくさんということでね。もうね、こっちも言うのもちょっと恥ずかしかったんですよ。お名前どうしましょうか、出せって書いてください。はいってなるよ。多分ね、彼も生まれて初めて書いたんでしょうね、名前に脱税ってね。まあでしょうね。あー、ダメですね。はい、ナメプ、クマじゃないのか。クマじゃなかったですね。クマさん待機してましたけどね。もうね、はい、待機してたんですよね。はい、店員さんにニコ生見てくださいって宣伝しなかったんですか。それはさすがにしなかったですね、働いてたんでね。自己紹介、あとはケーキの写真撮ってツイートしてください。あ、ツイートした、してほしいですか。わかりました。じゃあ後で、写真撮って、食べる前に撮って、そうそうですね、やります。さあ山ちゃん、まあ、終わっちゃうよ、まあ、駆け抜けちゃうよ、まあ、終わりそうですよね、うん、駆け抜けちゃうよ。でもまだ言っても時間あるんですよ、まだ時間ありますよ。はい、やっぱ酒パワーの人は頭湧いてるわ、褒め言葉。まあ、うちの会社基本あの普通の人はあんまりいないんでね。はい、そこは宣伝しとけ。あと誕生日プレゼントあげるんだね、やっぱり2人は点点点点点。まあね、誕生日っていうのね、あのあんちゃんから言われてましたんでね、これはなんかやっとかないとね。なるほどね。おいおい、ずいぶんサササささんが小さくなってるじゃねえかってね。画面ね、今ね。山ちゃん、微妙なバトルやめて、脱線言えないから。ああ、熱そうなやつをしっかり出してくれと。確かにそうですね。私は残り20で牙になったことあるよ。あ、マジですか、うん、まだ可能性はあるんですね、じゃあ。うん、まあ、でもこれは多分ないかな。これは多分ないと思いますね。いやー、これね、何も来ないね。山ちゃんっていくつになったんですか。は34ですね。はい、34歳ね。山ちゃん倍返しだぞ、バラ。さあ残り、あれ、圧力さんでいつでしたっけ。僕525ですね。あ、525ですか。525ですね。あのゴッドでよく出るんで。あの、あ、よく出ますよ、ね、525って出たら、あの僕の誕生日って覚えてるんですけど。はい、あの525出て自分の誕生日とか出るじゃないですか。はいはいはい、ちょっともうちょっとやろうかなみたいな。いや、でも525は、まあ、間違いなく何のチャンスもない、何のチャンスもないんですけど、いや、もしかしたらこれ、まだ逃走ですよね。ゴッドが引けるかもしれないっていうね。こう甘い誘惑で打ってしまうね。ね、そこからプシューすればいいわけですからね。そうそうそう。山ちゃん、あんちゃんからおめでとうメールかなんかありましたか。あ、たまたまのあの用事があったほうが、どっちかに電話したらあんちゃんが出て、はい、あの
おめでとうございますって言われました。あ、電話でね、はいはい。これはないんじゃなくて嫌だからないんだよ。山ちゃん結婚してますか？してます、はい。山ちゃんの方が豆柴より若いっていうのがどうも信じられないなと。あ、年齢的にね。いやいやいや、でもそんなに変わんないですよ。あ、うん、豆柴店長、私、山ちゃんの順番ですね、年齢的には。そうですね、順番は、あんまり誕生日言うと暗証番号バレちゃうぞ。あ、でも全然違うのなんで大丈夫です。赤い、あ、ダメでしたね、はい。あれ赤いのはまあまあ暑いですよね、うん。あ、これ青だ、青、大体青ですからね、うん。そうだよね、赤だったらまあまあ暑いよね。ラスト10回のボタンのやつで2回当たったんだけど、その2回とも、保留連したのは偶然かな。ほらね、青だもん、赤バックだったのに。じゃあまあまあ暑かったんだ。まあまあ暑かったですよ、あれ。さあ終わってしまいますよ、ラスト。来ないよ。はい、ということで単発終了でございます。まあまだまだね、まあ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 、あと40分ありますから、はい。私は赤で当たらず青で当たったことがあるよ。すげえ、マジっすか。青当たんない、これすごいな、うん。はい、じゃあ2画面にね戻します。いや、もう一回当てた。あれ、金色って何だ2連か。金色2連です。はい、あんまりなんか、うん、やったぜって言えないやつ。確かにね、うん、ちょっと残念な感じになっちゃうよね。SD 入ったのにっていうところですもんね、うん。ラスト1回転のボタンは確定かな。ああ、なったことない、なったことない、そう言われれば、うん。あとどこのケーキ、お得意のコンビニですか。いや、蒲田駅にはですね、なんと駅に工事コーナーがあるんでね、そこで買ってきましたよ。ありがとうございます。はい、時短する、この責任はどう取りますか、店長。もう一回当てましょう、うん。青バックで一度来たら当たったことある。こんなにも連チャンしないお店はどこですか。まあ、聞こうな、戸塚店というお店ですね。それ前いたとこね、前いたとこ。サッサン起きてる。起きてます、起きてます。赤2割、3割か3割はある。そうそうそう、生きてるか。山の今日の見せ場はこれで終了しました。見ている俺らもワクワクできねえんだよ。まあね、そうだよね、何もなさすぎたからね。まあもうちょっとね、時間ありますから。まあそうですね、もう1回ぐらい当たったりね、見たいですね。まだありますね、はい。工事コーナー美味しい。関西あまり見ないな。 あ、そうなんですか。関西ってあんまないんですか、工事コーナー。でも工事コーナーって銀座だからね。あ、銀座だ、そうだそうだ。結構関東はありますよね。いや、ありますね。多分100店舗200店舗あるんじゃないですかね。大体駅の近くにありますもんね。とか、ね、イオンとかそういうデパート系にも入ってたりしますしね。青バックで2回当たりましたよ。ケツ浮いたけど浮くよね。工事コーナーの人もう絶対出せって書くことないんだろうな。絶対ないと思う。ないよないよ。今日今時期で11連したよ。ガロパートから当たった、おめでとうございます。一番嬉しいパターンですよ。この前ザルバで全回転カードバトルだ。全回転出して、どうやってだけど、隣もすぐ全回転出して旬となったよ。ザルバの通常時、へそ折りの16からの胴あたりって全回転確定なんですか。え、そうなんですか。あ、でも可能性はあるかも、うん。各店舗当たらないときは他店の名前を言うよね。これ気候なルールです。誰が言うんですか。明日は休みだから2時の蒲田でもいいのよ。あ、2時から当てるってね。工事おいしいおシュクリームが有名、有名ですね。あ、そうですね。熊を倒すまで帰れまって。逆に関西の定番なケーキ屋ってどこなんだろうね。あ、どこなんですかね。わかんない。工事コーナーの焼き菓子おいしい。あ、あのね、よくあの差し入れでいただきますね、工事コーナーの、焼き菓子、あのなんてマーマレードとか。マーマレードじゃねえや、なんだっけあれ、ね、マドレーヌ。マドレーヌ、そうそう。マドレーヌ、そうそう。完全に今ジャムでしたよ。ジャムだった、ジャムだ、間違えた、間違えた。そう、マドレーヌよく、もらって食べると美味しいですね、あれ。出せって祝う気ないメッセージだよね。あんちゃんの番がケーキ食べたくなった。来年もそこで買って同じ人だったらちょっと面白いよね。あ、また出せってね。あ、確かに。コーチコーナーの人ブログに今日の出来事で出せって名前の方いらっしゃいましたって書いてたりしてね。ロッテに回収されたね。
モロトフ、ジャムバラ、マドレーヌ、あ、ごめんなさいね、マーマレードはジャムだよね、そうそうそうまあ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 、間違いはありますから、まあね、マーマレードボーイあー、懐かしいね、懐かしいっすね、日曜日かなんかでやってたもんね、朝やってたやつ、ね、そう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 、コージコーナーよりシャトレーゼ、あ、シャトレーゼも結構ありますね、でもシャトレーゼってなんか安いイメージ、そう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 、安くていっぱい食べれるみたいな、アイスとかも売ってますもんね、そう、アイスシューアイスとかありますよね、はいはいはい、あっちゃらしい言い間違い、ごめんなさいね、まあ、昨日もマックス、戸塚店北斗の拳やったんですけど、はい、初当たりは3回でしたね、剣王ですか、はい、剣王だったんで、3回で連チャンは、連チャンは5連3連3連、まあ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 ぐらいですね、まあまあですね、はい、来年まで続いてればな、うん、回収じゃなくて買収ね、あ、今年は感じそうね、工事コーナーは高いですか、まあ普通のケーキ屋さんの値段ぐらいじゃないですか、そうですね、うん、今来ました、こんばんちは、ちはこんばんは、あぞくさん今日も大好きです、ありがとうございます、小さいシュークリームで有名なお店ってなんだっけ、小さいシュークリームわかんねえな、小さいシュープチシュー、うん、なんかスーパーで12個パックで売ってるようなイメージしかないですけど、スーパーのイメージしかないかね、うん、シャトレーゼは安いよね、なんかクリームがあんまり美味しくない、魔界さん初当たり重すぎないですか、いやー僕の中では魔界は初当たり軽いけど連チャンしないっていう、それ分かりますね、イメージが強いな、金色はね、当たると連チャンするっていうイメージがある、そう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 、アーニとか道島ロールとかが人気、あ、道島ロールは聞いたことある、あ、なるほどね、まあ、関西だと神戸がありますもんね、うん、あとなんか陸路おじさんだっけのチーズケーキとかね、はいはいはい、あとはでもシュークリームといえばビアードパパじゃないの、あ、ビアードパパでもあの駅とかにビアードパパって入ってるじゃないですかあの匂いがさ、匂いがちょっとね、あれがちょっと残念、あれがちょっと残念かなって気がするよね、わかります、アンパン小さいシュークリーム、アンパンっていう店、マーマレードよりインパクトがあった小西鬼太郎、わらわら、梅田駅で工事コーナーの焼き菓子買いましたよ、あ、梅田にはあるんだね、これは花の方が当たり重い代わりに連チャンする、マジか、あ、そうなんだね、ほんと連チャンしない、ちなみにもう僕の中では、うん、ガロファイナルは、うん、当たらない、うん、連チャンしない、うん、の、ね、あ、ファイナルはね、はい、ケーニヒスクローネ、何これ分かんないな、あそこさんその髪型どうしたの、彼女の趣味ですか、いやいやいや、いつも通りの髪型してますから、道島ロールも一度すごい有名になったけど今コンビニのが、優秀になってるからね、コンビニ、そういえば、うん、はい、ウォーフショー食べれなかったんですけど、はい、あの年末年始限定で、はい、ローソンで、はい、超巨大なシュークリームを販売してたっていう、知らない、食べたかったな、それね食べたかったんですけど、はい、もう年末年始体調崩しちゃって、あ、そうなんだね、お腹の調子が良くなくてですね、あー、なるほど、あんまり夜食べれなくて、なるほど、でもどんぐらいでかいんですかね、いや普通のなんかネットで見た情報では、はい、あの大きなツインシューってあるじゃないですか、はい、あれの5倍ぐらい大きいんですよ、5倍結構でかいっすね、じゃあ、それはちょっと興味があるね、そんだけのクリームを一気に食うっていうね、そうですね、ヒロタじゃないかな、有名なのか、花の学園は、あ、花の学園早く見たいからさささが花うとうか、お、しまったしまった、え、あー、びっくりした、びっくりした、惜しい、惜しい、5倍大きいシュークリームねって買おうと思ったけど、どうか、どうってなかったよ、買おうと思ったけど売ってなかったよか、あ、やっぱ、あ、そうね、やっぱ売ってないですよね、気になっちゃうよね、でもね、神戸のあれ買いたかったんですよ、うん、神戸のケーニヒスクローネです、美味しいですよ、じゃあ神戸に行ったらそこ食べるんで何買ったらいいか教えてください、あ、そろさん明日神戸行くんですか、いや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 、ちょっと
ちょっと待ってください。あ、これ終わったら神戸行っちゃう。違いますよ、僕明日埼玉なんで大丈夫です。お仕事です、お仕事。はい、夜な夜なコンビニ、あれなんだこれ、スイーツを調べる、や痩せる気ねえな。いやでもスイーツコンビニの美味しいですからね。美味しいですよね。あ、クロー、はい、お、いいんじゃないですか。でもこれ、おい、ギジった、ギジさん、ギジさん、はい、ギジさん来ました。はい、さあまたクローですかね。うん、この後だ、ここはね青なんだよね。はい、この後緑になるんじゃない、ほら、はい、なるほどね。で真ん中もう一段階、もう一段階、マイコ、マイコ来て、マイコ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 、あー一回、あ、来た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 、あれ赤文字になんないんだ、うん、ちょっと弱いかな。お、さあどうでしょうか。あっちゃん安心していいよ、今日は美味しいデザート最後にあるよ。おいしょ、おーしょ、しまった、一応発展からの黄色、はい、もう一回しまっちゃおう、もう一回しまっちゃおう。PFOG ライトニング、ライトニング、あ、ライトニング、あ、ないね。ケーキ食べたいな、ケーキ美味しいよね。ギジさんごときで騒ぐないやっとね。あでもこれは厳しいですね。このリーチでこの間扇状態、先週かな、はいはいはい、広角重心っていうの、なんかガロが変身するんですよ。え、ここでどこで勝つ、勝つの、なんか途中でそのすごいガロに変身するんですよ、このリーチで。おおみたいな、なんか多分プレミアだと思いますね。それ当たったんですか。当たりました、当たりました。多分あれ確定ですね。どうせだせーだだだだだ、黄色が、金色に見えるよね。うん、まあ緑じゃダメだよね。はい、いや変身しないな。うん、先週のトツカの後で、ステーキ食べて今日メロンパン食べた私は明日確実にケーキを食べるなと圧力が謝れ。いや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 、食べてください同じのね、いいと思いますよ。うん、あ、ちなみにそういえば、はい、皆さんいきなりステーキの、はい、なんかお肉会員みたいなのになってる人いるんですかね。あるんですかそんなの。なんかお肉カードみたいのがあって、はい、だから、なんか3キロ以上食べると、はい、なんかジュースがタダになったりとかっていうのがあったんですよ、書いてあったんですよね。ずっと使えるってこと、ずっと使えるみたいな。やばいっすね、それは。行った方がいいですね、ステーキ食べに。山ちゃん、誕生日は何してたんですか。誕生日ですか。うん、仕事ですね。あ、仕事、ちょうど昨日だったんで、はい、3月に発売されるですね、はい、北斗のパチンコの展示会に行きました。新北斗無双、はい、はい、どうですか。今行ってきましたね、はい、まあでもね、まあ本当に今までの北斗とはまあ明らかに違うんですけど、あ、まあ新しい北斗だなと。なるほど。ハプティパイセンまた出番かよ。あれガラホリューだったじゃん。ヤマちゃん、名前出せ出せに変えようぜ、熱いぞ。会員カード持ってるよ。ああ、ほんと肉いっぱい食べてますね。けどランチはダメだよ、いきなりステーキ、通常の料理のみ有効。そうなんすね、うん、いきなりステーキに行くくらいならお肉屋さんでいい肉買って適当に焼いて食べた方が満足度が高いと思う。なるほど、なるほど。ガイも言ってたね。あ、ガイ店長もね、本当見に行ったって言ってましたよね。うん、やっぱり昨日、あ、そう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 、昨日は 誰と行ったんですか、北斗は。昨日はね、まあ、はい、エリマネと、あ、エリマネーター、はいはい、あとガイ店長、はい、高橋店長、はい、ボスさん、はい、いや、みんないましたよ。あ、総揃いですね。オギーもいて、あ、オギーも、はいはい。結構みんなで見に行くと意見割れたりするときとかないんですか。あります、あります。 あるんですね、やっぱりね。やっぱり私さんの MC が安定で好きです。土日はなくてもいいからずっとキコちゃんしてほしい、お願いということでね、ありがとうございます。そうやって言っていただけるとですね、ね、アズログさんの収入も増えるってもんですね。そうですね、僕は働けば働くほどね、やっぱね、収入が2億から3億に増えていきますからね。いきなり席も関西ないよ。何それ。あ、そうなんですか。関西ないんだ。あの立ち食いステーキですね。そう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 。北斗無双は期待できないなと。北斗無双って新筐体ですよね。そう、新筐体ですね。更新っていう筐体ですね。ステーキの立ち食い屋さん、そうそう。何台買うの北斗。まあこれはまだ今決めかねてるところですね。まだね、迷ってるところですね。はい、立ち食い嫌だなと。
あそう立ち食いなのはねちょっとね、うん、あそうだあれ俺のフレンチとかあるじゃないですか。あ俺の焼肉とかなんか最近できませんでした。はいはいありますあります、うん、俺のシリーズあれ 俺系も、うん、基本立ち食いですよね。基本立ち食いですねフレンチとか、ねうん、なんかね横浜駅に ある、はい、俺のフレンチっていうお店が、はい、みんな椅子に座ってたんですよ。へえあそんなのもあんだなと思って。あじゃあ店によってなのかもしれないですね。ねえ、うん、だって銀座にあるのが確か立ち食いですもんね、うん意見が違うと殴り合ったりするんですか台見ていやこれいいだろうこれダメだろうみたいな感じでそうねエリマネーターとは戦うと負けちゃうんでそうですねちょっとそそそそチャンス。ええおーちょっとチャンスだよ。はいいきなりステーキ、最近地元にできた。200g とか 300g とか注文すると目の前で切ってくれて焼いてくれるけど立ち食い、うん北斗3台でいいよどうせ、ステーキって立ち食いで食べる、立ち食いで美味しいと思うの味わえる。いやでも確かにねちょっと早く食べちゃう感ありますよね、うん、そうですね、うん、さあ俺ここでああタイガーよでも赤はいさあどうでしょうか。ささいいねお、やばいやばい。いいよ、いいよ。普通に熱いんじゃない？うん。ホラーパニック。星 3.5。これはいいんじゃない？リラックスできないが回転良さそうだね。確かには。はい。なんだよ。さあどこかな？行かない。え？あれ？一応当てん。こんちきになんないんだ。はい。あそこさん稼いでるな。2億から3億か。税務士さんあそこさんのことよろしく。こんちきワンチャンワンチャンあるね。電話こうソニクラスだっけ、ね、これはちょっときつい厳しいか。あ青い青い、いやー、はい、ちょっときついかな。山ちゃんさんの代名詞赤、そうですね。けどスタンプってパイセンを呼ぶ予感、うん、ちょっとねあ赤が純粋に熱い台を作ってもらいたいですね。そうですね。さあどうでしょうか。ダメですね、はい。うちの近所に神奈川に13店舗あるお店がオープンしたよ。すごいですね。 あなたの近くにも聞こうのができるかもしれませんよ本当に。スピーカーはダメだ微妙。はいかいさんこのシリつぼみね、うん、こんじきってでもね、うん、でまあガロってどれもそうですけど、うん、そう敵が出てきた瞬間に、うん、ああ終わったみたいなまあまあ確かにわかるあーパイセン来たみたいなね。そうそう、あどうしてもねザジとか魔界竜を期待してるんだけど、誰誰誰あ終わったみたいな。そうそうそうなるね。さっきのケーキいくらだったの何号ですか。もうあのカメラで収まりきれないぐらいでかいやつ買ってきましたんで大丈夫です、はい。山田は信号赤でも興奮するんですか。いやいやそれは興奮しないですよ、うん、赤エフェクト出て、外れると心が折れる。わかるわかる分かる。赤が純粋に熱い台ってどんな台でも赤を純粋に熱くしてるんじゃないか君はてん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 。まあ海とか赤がなくてもそこそこ楽しいな。山ちゃん赤で興奮するとか闘牛じゃないか。あ5保留変化でも青い青の砂時計ですね。はい二台打ちしないよ。そろそろいや MC 来い。あ残り20分ぐらいですからね。ちょっとね、今日の喉の調子がね、ああ悪いんですね。ちょっと風邪ひいちゃったんで、はい、さあ次の保留でどうでしょうか。砂時計あ15まで上がりましたね。はい、それさ、それで誰だ。ああ君か。どこまで、いくつまで行くんですか。いや、だ 99.9 が最高じゃないですか。あなるほどね、うん。昨日のニコラスの引き少し分けてあげたいね。本当ね引き強いからね。漆黒は確定じゃなければブーケ以外来たら期待してない、まあ、ブーケはワンチャンあるよねブーケリア。ああなるほどね。SD 中のアイエフェクトとか、期待マックスになってしまうのに当たったことないわ。なえる。SD 中のアイエフェクトは当たるよね。それはリアルに熱いですよね。来い来いや MC 来い。山ちゃん早く新滅ラッシュ見ててくれ。アトクさん私誕生日近いのですなんかプレゼントください。欲しがりでごめんちゃいあなたが誰だか分かりません。そうか、君はそんなにリスナーのことが嫌いなんだな。僕らは君をリスペクトしているというのに
風邪ひいてるのか手加減してあげるから来なよ。明日セブンの鎌倉食べようかなと。あ、ケーキね、食べてください。山ちゃんやっぱり風邪ひいてたんだね。声おかしいと思ってたからさ。いやそうなんだよ、 なかなか治んなくてですね。あ、風邪がですか。はい、ほうほうほう。僕はもうちょい前に風邪ひっかかりましたからね。間違いなくそれ移されたな。いや違う、ええ、じゃあもうほんと1ヶ月2ヶ月前ぐらいですからね。いや潜伏期間が長いわけですね。いやないですないです。でも本当にね、この仕事はね、風邪ひいちゃダメですよね。何もできないですね、本当にコメントを読むのが、ね。鎌倉美味しいよね、うん。何その仲良しアピール。今日魔界的地さん、黄金騎士7点 PFOG 反復赤帯で外れたよ。いやそれはなえるな。じゃあちょっとあっちゃん魔界打ってごらん。今年のあっちゃんの引きを見せてください。僕ちょっとね、魔界はね、魔界でもいい試しあんまないですよね。過去3回単発ですね、僕ね、本当ね。あとさん、自分も誕生日6月なんですけど、プレゼントが欲しがりか、本当にみんな。インフルエンザ長、流行り始めたって言ってたよ。マジか、マスクしようかな。インフルはね、一応僕あの注射受けたんですよ。あ、本当ですか、はい。いや、なんか今年かかりそうになかったんで、俺してないんですよね、なんとなく。ああ危ないな。インフルだったらもう来ないでくださいね。インフルだったら来ないですよ、さすがにね。あそこさん、私の風邪移してごめんなさい。あの時だよ、いつだ。当たらないと他店の、あのホテルでの、いやいや誰だ誰だ。当たらないと他店の名前を出して風邪ひいたらあっちゃんのせいにする。君は最低な店長だな。関西をチラ見して戻ってきました。カオタは当たりましたか。当たったんですけどね、はい、もう終わっちゃいましたね。はい、単発でしたね。あっちゃん、元旦が誕生日だったのに、早くちょうだいよ。元旦誕生日だったんですか、いいですね。すごいですね。花と向き合っても、雪地だけ持っていかれる点々ってね。でもまあね、高橋店長のね、第2子はね、うん、大晦日が誕生日ですから、ね。あ、そうですね。27年間まだインフルかかったことがない。え、羨ましい。でもあれ、かかんない人っているんですかね。いや、一生かかんないっていう。まあまあいるとは思いますけど、結構レアだと思いますよ。山ちゃん、駒田に来ないのならせめて全力のドヤ顔をしてください。まあ、ちょっとね、なんか来たらね、うん。あちゃんが魔界打つってことは矢が MC に来るってことだな。ふむふむ。山ちゃんはいつもタミフル飲んでるからこんなテンションなんでしょ。アトロクインフルとか、やむを得ず休む場合で代わりの MC はやっぱりおにぎりか吉江さんに頼むんですか。そうですね、その店舗に来たことがある人じゃないとちょっとセッティングの仕方とかがやっぱ違うので、まあうね、お店によって、まあ、来たことある人の方がいいですよね。あとは私も誕生日6月プレゼントよろ。多いな、6月生まれ多いですね。欲しがりって言えばあっちゃんだよね。水曜日に罰ゲームでもないのにデスソース食べてたよね。本当にあっちゃんは変な人だよね。だからさみんなで食えみたいな流れになるじゃん、本当横須賀はさ。じゃあしょうがないからね、うん、2週間後はデスソース用意しときましょうか。いやいや、いらないです、いらないです。本当にお腹痛くなるんでね、あれね。いやいや、本当に痛くなるんですよね。あれ、家から出なければかからないんじゃないか。前に、ノロウイルスと胃腸炎が同時になって入院した。辛そう。うわ、きついね。山ちゃん、久しぶりに2パーしてください。2パーちなみに、サササさんの2パーは2パー元旦に、誕生日は最悪よ。どこも空いてないし、プレゼントはお年玉だったし。まあでも、親としてはちょっとラッキーなところですね。そうだね。私も半世紀生きてるけどインフルになったことがない。あ、本当に、パルコが見たいんですけど、早くカスミ行ってください。行きたいね、カスミ。大丈夫ですよ、皆さん、うん、来週行くそうです。行かない、来週行けないです、ね。うん、やっぱり楽しい、厚木さん、やっぱり腕かい。私もインフルエンザかかったことないよ、注射もしてない。マジで俺、結構かかりますね、インフルエンザ。3年に1回ぐらいかかりますもんね。マジっすか。はい、でも自分もね、社会人になってからは1回もあかかってないですか。かかってないですね。あっちゃん、山ちゃん、私も8月誕生日プレゼントよろ。多いな。私誕生日12月なんですけど、何かもらえませんか。先月だったね。あっちゃん、世界の山ちゃん、こんばんは。こんばんは。小学生の頃、前日夜更かししてたら体調崩したと思って保健室からの
病院行ったらインフルだったことがある。あ、じゃあ、 あいやね、自分も要はなんかあの修学旅行とかの前ってやっぱちょっとね、はい、ちょっと興奮するじゃないですか、はいはいはい、でも別に今まで一回もそう、まあ高校生になればですね、一回も別にそういうのを欠席したことなかったんですけども、はい、僕高3の時に、うん、ちょうどその前日に、はい、まあ何なんでしょうね、急にインフルエンザにかかったことがありましたので、え、ちなみにその高3の修学旅行はどこだったんですか？は、どこだったっけな。いや、あ、違う違う、あのスキー旅行かなんかのやつだ。あ、スキーね。はい、まあ、それだったらまあね、あれですけど。いやでもね、ちょっと行きたかったんですよね。あ、疑似じゃないか、みんなにあのお饅頭のお土産だけもらってまあね、それでもね、いいですよね、くれるだけね。まあね、あっちゃんの2パーは2パー、あれ絆システムだからね、そうだね、我が家は2,3,4,5,6 月続いて誕生日がいる。おお、毎月誰か誕生日だ。毎月ケーキ食べれるね、それね。いいね、羨ましい。いいね、もう一個いけ、もう一個いけ、まれ、あーダメだ、半世紀生きてるもんだけど、私一度も注射したことも、一度もないです。インフルっぽくて学校行って撒き散らして、学年閉鎖まで行きました。ちょっと、はい、危ないよそれ、ガルホリューはよ、ホールの店員さんとか多くのお客様を対応するから風邪とかインフルとかもらいそう、自分が予防しても大変そうですよね。まあね、そればっかりは分かんないですから ね、本当にね、うん、3年前インフルになった時は有給使い切ってて病気取ったな。あちゃん、俺は、毎日誕生日だから毎日何かください、高校の時体調悪いなと思いつつ期末テスト受けて家帰って熱測ったら39度あったことはある。あ、倦怠期してる、倦怠期、何それ、さあ今時期倦怠期、わ、すげえ、おー、もうそのまま乗った、あんな倦怠期なんてあるの？いい、あります、あります、あ、赤い赤い、はい、来たんじゃないのそれ、いいと思いますよ、いいと思いますよ、あ、こっちも、あ、山ちゃんもチャンス、はい、山ちゃんの高3だって赤いもん違う違う、あの玉が赤い、あれ県待機、とかあるんだ、刺さったさあ、疑似3ですか、疑似2だ、あ、山ちゃんは疑似2、はい、あっちゃんは倦怠期なんですか、 あっちゃん風のこと、ガス、風邪は治りかけがな、移りやすい、ささささ来るこれ、あ、どう、ちょっと弱い、ちょっと弱い、ちょっと弱い、ちょっと弱そう、山ちゃんもちょっと弱い、ちょっと弱い、はい、あれちょっと弱いな、待機圏、ごめんごめん、待機圏、待機、あ、倦怠期の風みたい、佐賀、あ、いいところなんだ、いや黙ってろ、コーナー赤サギ出た出た、赤いもん赤いもん今日は延長かな、だって赤いもん横か、あちゃん今日のメガネはベッキーモデル、違う、とりあえずでもそれあれですよね、発展は多分発展はしそうだよね、うん、山ちゃん赤ずきは異常、まだまだ、あ、緑、ああもう両方発展、全部両方発展だ、バニー暑いで、バニー、はい、あー、顔は出ない、弱い、はい、あちゃん今日のメガネはゲストモデルです、あ、アンドラガーを、まあまあですよね、うん、バニー暑い、バニー暑いんだ、バニーリアンいいね、当てちゃってくださいよ最後に、さささささん、もう時間的にもラストチャンスなのかな、そうだね、てか山ちゃんの赤への信頼度ってすごいんだなと思うわら、てか、アンドレ、いや、とはいってもね、赤が来ないと当たんないからね、やっぱり ね、そうですね、あ、刺しいっちゃん、さあ色は、あーきつい
ちょっと厳しいかな。釣りドラガオ、あ、当たったらロシアね。ボタンブルブルとかもないんだもんね。うん、さあどうだ。はい、あーだめ。マゲンは5人中3人が6月だったが誕生日行動、毎日誰かの誕生日って言葉があったね、予防接種した後インフラあるある、誕生日が 1日から10日の人は言い方が2つあるから面倒、私は4日。おーおー、当たった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 、やばかったおめでとうございます。見せれた見せれた、いやいやよかったよかった、復活ありがとうございます。はい、シュン、いやー来ましたね。わー、いいなー、山田パイセンに挨拶したんか。この間ダルバでリアン全開店にいて、ナースコスプレーさせました、最後の朝までやってよ、あの時のようにね、アツロックさん、おーマジか、おめ来たってね、おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、これ SC 入ったらね、サドンデスやってもいいんですけどね。あ、そうですね、はい、これだから今時期は面白い、バニーそんなに熱いのか、入ったら、ロシアンやろ、お上手、やっぱバニー、やっぱバニーリアーだ、ドヤ顔して、はいはい。SC 入れ、その当て方を山ちゃんに教えてあげて、2時の木からバニーの2分いっちゃってるよね、入れていいなと欲しがる店長、さて SC 引いて4分に回そうかと。そうですね、おめえじゃねえよ山田。佐藤さん、これから、蒲田放送に出るのかな、どこかの、ダサ6ダサヤとは大違い、ロシアンあるかな、最後って、蒲田の放送最後なの、違うよね、オープニング見てなかったけど最後じゃないですよ、山ちゃんまだ、はいら、今時期より、魔界の方が意外と当たり多いけどな、うん、こっち見んな。さあボタン連打、お前はいらないんだよ右画面、山ちゃんね。さあ来るか、入れ、 SC、 あったー、すげえな、すごい、見せました、 SC 確定おめでとうございます。2分の2で入ってますもん。上手上手、パチンコ上手上手上手、パチンコ上手、ありがとうございます。うん、山田見るんじゃないよまだ、バニリアン 40% かやるね、今日から山田のパワハラが始まるよ。さすがの、そう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 、いやいやいや、引き強いのは羨ましい、ロッシーに、いいなー。じゃあここから順番に行きましょうか、じゃあ最初はそう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 かね、打って大当たりを次 SC 中引いてください、大当たりしたら順番に交代してくる、交代して打ってくる、はい、わかりました、はい、やとは違うのだよ、やとは、誰かとは大違いだわ、ドヤ顔して、サッシー素晴らしい、今時間だな、どっかのやとは違うな、サドンの始まり、いや見習え、やっぱあれですね、僕も今時期の方が相性がいいからね。あ、そうですね。まあまあこの後ね見ててくれると思いますよ。あそこはもっと近くで顔が見たいです。イケメン見れないと寝れないです。これ近くないですか？近くないですか？山田店長、佐々木さんに店長の座を譲ってあげてください。またまた4分で終了でしょ今日も。山ちゃん何やってんの？山ちゃんじゃあ MC 席おいで。まあこの後来ると思いますよ。はい、1画面にしますんでね。はい。一回打ってくる、打ってくる、ずっと打ってくる、次当たるまでですね、次当たるまで、次当たるまで、一番最初が自分の番ですから。駆け抜けたら、その場で終了です。はい、これでな、オーリナはさすがのさささだ、あーいいね、山ちゃんじゃあ MC 席おいで、山ちゃん何やってんの本当に、山ちょっとこの間にね、まだ魔界が当たるかもしれないから ね、 そうですね、またつるこの残馬外しが見れるか、また始まった、僕も金色の方が相性いいですけどね。お前あの時当たらない、俺の隣で当てるもんなとか、明日以降矢が行ってくるから気をつけろよ、そう笹田のあだ名差が 4個だからサッシーでよくないですか、サッシーにしますか、サッシーでもですね、サッシー、じゃあサッシーにしましょう、じゃあ今日で名前が決まりましたか、サッシーで、はい、はい、サッシーです、よろしくお願いします、はい、サッシーです、もう当たった、もう当たった、何それ、早い、何何回転、あー見えない、4回転、4回転ぐらいですかね、4回転、早すぎるし、おめでとうございます、おめでとうございます、じゃあ、交代しますか、はい、交代してください、いや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 、まさかこんな早いとは。大丈夫ですよ、これね、ちゃんと
着メロ用意しといてもらえればね。あ、着メロの可能性もありますからね。はい、頑張れさっしーって、早っ、さすがのさっしーだな。名前決まったけど山ちゃんの圧力でもう二度と登場しないんじゃないですか。来ますよ、ダサい人がカメラの前に来ますよ。SD 抜けたら断密 CM の真似やってください。あと髪の毛綺麗だよね。天使の輪ができてる。天使の輪ってなんだろう。あの光で、光の反射か。あ、僕あの髪の毛はすごい綺麗だと思いますよ。うち実家美容室だったんで。あ、そうなんですか。あ、うち美容室なんですよね。じゃあ実家で切ってもらうんですか。いや、切ってもらわないですね。そこは切ってもらわなかったですけど、なんかシャンプーとかなんかちょ多分いいやつ使ってたんじゃないですかね。多分その美容室にあるよね。あ、なるほどね。そう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 。山ちゃん魔界何番台打ってるんですか。絶対打たないからおかしいでしょ。画面もう少し引くかな。この方がよく見えない。はい、あっちゃんは実家どこですか。僕茨城ですね。あっちゃん今来ました。山ちゃん来週誕生日なので祝ってください。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これぐらいにすればいいかな。天使の輪を知らない。いや、あんま知らない。山ちゃん今の早すぎるしってギャグだった。負けたらも丸々モリモリ踊ってください。次あっちゃん、こう山田と終わる。懐かしいね、丸々モリモリって。あっちゃんは茨城出身です。ちなみにチェリキチも茨城出身で実家も美容室。そうそうそう、一緒、一緒。そこ兄弟いや、兄弟ではないです兄弟ではないですね。実家美容室なのに全部髪の毛なくなったんですか。なくなってないですよ。そういえばエンディングに流す CM ってダンスと断密と2種類あるけど、どっちを流すかはあっちゃんの裁量ですか。そうですね、僕の気分です。天使の方は知らんの。知らない。あれでしょ、天使の上にあるやつでしょ。それはわかるけど、山ちゃん当たりを祈って第一って言ってください。第一あっちゃんもう少しカメラ引いて、初代チャンスの時見たいから。あ、その時寄りますよカメラ。山ちゃん魂込めてバルスって唱えれば当たりますよ。なるほどね、うん、バルスもらったな、これもらった。茨城木です。木。山ちゃんあっちゃんどっちも呼ぶんだからな。三世だよ、わらわらわら。そうですね、この台はね。いやー、ザンバを出したいね、ザンバを、ね、そうですね。ピュンピュン。ちょっとね、刺さるかなと思ったんですけどね。ダメでしたね。髪のツヤが輪っかになってるのを天使の輪って言うんだよ。知ってました。知ってました、知ってました。山ちゃん知ってた。いや、割と有名じゃないですか。あ、そうなんですか。はいはいはい。あんま使わなくないですか。天使の輪できてるよって言われます。いや、あの女の子が大体言われるんじゃないですか。女の子が言うのか。あ、なるほどなるほど。カメラ寄らないで引いてください。あ、山ちゃん見たいってこと。ドヤ顔でこっち向いて言わないとダメだよ。あ、バルスを。そう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 。山ちゃん負けたらまた吉江に壁ドンしてあげて。吉江は山ちゃんが好きだからドキドキしたらしいですよ。サッシーなるべくかっこいい声でスイッチオンって言ってください。スイッチオン、はい、山田店長リスペクトメンバー、この人華麗なスルーをこれから見せてくださいますよ。さて罰ゲームの準備をしようか。山田の横顔も見たいです。さあどうですかね。あー、そそらず、やばいな、ちょっとやばいな。スイッチボーン満世。スイッチオン保留とか見たいね。でも、言われるってか言ってたよ天使の輪。蒲田行ってみたいけど周辺に飲食店なさそうだからお弁当持っていきます。めちゃめちゃあるよ。めちゃめちゃありますよ蒲田。めちゃめちゃあるよ本当に。何が食べたいんですか。もう食べたいのありますよ絶対。エンディングの CM あっちゃんの気分か。店員バージョンと圧力&おにぎりバージョンあっても良さそうだけどな。あー、 MC バージョンのエンディングいらなくない。だって気候難の人じゃないじゃないですかね。バルスって、まあ、あのね、うん、ダンス踊ってくれれば別にいいですけどね。あ、なるほどなるほどね。それはですね、月曜日のタウンライトでね、あのコムが踊ってますので大丈夫ですよ。バルスって言ったらだよだよ。シリに言うと、あ、ダメだよか。じゃあ山ちゃん首がないからな。蒲田はラーメン屋多い印象。そうね、そうですね、ラーメン屋多いですね。蒲田にとんかつ系の店はさすがにありませんか。とんかつ屋
いや有名なとこあるって言ってましたよね。有名なところはね、なんかあるありますよ。はい、視聴者は駆け抜けとかどうでもいいからホラーグマが見たいんだよ山ちゃん。あ、ちょっとこれチャンスじゃないですか。おー来た、やばい、これ来る、これ来る。ありがとうございます。これは来るよ、もう3本ぐらい来ちゃっていいよ。これは来るよ、さすがにね。はい、ありがとうございます。はい、でーん、あれダセこれはダサすぎるでしょ今のはダセ。いや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 、今日もダサいですね、さすがですね。山ちゃんちょっとやばいね今のはさすがにないよ。ナイツはダサい、マジダセ、ダセ、ダサすぎ、まあ、今のはちょっと本気でへこみましたねやばい、ダセ、ダセ、プン、ダセ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 、あのドヤ顔わらわら、初めてコメントします、ダセ、まあ今時期はこれだからな、吹いた、うわ、ダサすぎる、ダセよ、マジダセ、ダセ、絶対ないぞ、どんだけ引き弱いんだよ、どうやってた、さすがに見せるね、山ちゃん、赤いな、ありえないことする、終わったな、お、終わったな、名言ありがとうございます。3本くらい来てくれていいんですよ、プシュ、さすがお家芸、よくあるある、ないわ、安定の打線、まあ新年一発目の味のあのドヤ顔見えましたが、皆さんあのドヤ顔と蒲田で飲んで、あ、これいいんじゃないですか、これテンパれば熱いんですよね、はい、飲んだよ、お店の人が今日のこと聞いたら出ない店だって言ってたよ、だからドヤ顔でバルスって言って、だって言っただろ、ありがとうございますって言った時点でフラグ立ってた、ある意味ヤムちゃんおめでとう、サッシーもさすがに引いてるやないか、緊張迷惑になるので笑わせるのやめてください、安定の、名次元、矢のダサが店長会議で問題になるレベル、ドヤ顔がダサすぎる、ドヤ顔からのプシュン、ね、ありがとうございます。お、緑ホールですね、緑ホール、はい、あれ2個、緑2個、2連続緑ってことは、はい、緑はね、うん、ダメなんですよ、うん、とんかつ丸一青木有名店だよ、丸一はね行ったことあるんですけど、うん、青木ってどこにあるんですかね、うん、蒲田は蒲田行進局しかわからない in 関西、あ、そうだよね、イメージはね、蒲田って何してて、大田区ですね、東京都大田区、でもあのね JR 降りると、はい、蒲田行進局流れますからね、あ、そうですね、駅ね、お、嫌ならスイッチの保留でも外せそうだな、あ、なんだよ3回来たの、剣保留連じゃないのに剣が降ってきたら、刺さったら激アツ、剣保留連じゃないのに剣が降ってきて刺さったら激アツ、あ、そうなんですね、蒲田の駅ビルの上にあるとんかつ屋さんうまかった、やばい、ちょっと本当にやばい、うん、今度キコーナーの社長室に要望であっちゃんにもキコダンスさせるように出しておくね、やめてください、出せ出せ、この4だとな、はいはい、よいしょ、圧力さん出してね、圧力のザンバ系の時のドヤ顔と同じ、やばいぞ、せっかくサッシーが当てた台を店長責任取って降格、そのセリフで大竹誠におめでとうって言われたことあるよ、こんなダサい人のいるお店はどこですか、キコーナー蒲田店です、終わりそうだから寝る準備かな、ねえねえねえ、なんで山ちゃんこっち見たの、さっきのドヤ顔夢に出てきた、めっちゃ笑ってたね、やねちょっと勘違いしたところですかね、休めてみてはどうですか、赤ドヤ顔プシューンって検索したら山田康人って安人って出ました出てきました、今時期の先読みカオスすぎ、おお、なんだわら、さあ残りが50回転、どうですかやばいな、はい、これちょっとやばいな、はい、歌変えたら歌詞出したら、山ちゃん31日の日曜って、午後いますか、31日今月のですかね、あ、午後いると思いますよ、はい、会いに来てくださいね、でもあれは期待したよね、でもドヤ顔しちゃったから恥ずかしいよな残り少なくなると赤背景になるのですが、確率上がってるゾーンなのですか、それはないですねそう願いたいですけどね、さあ残り追い詰められてきましたよ、36回転やばいやばいいやまずいね、これまずいね、展開的にまずいですね、この流れ、これはちょっとまずいですね、サッシーはどう、これ終わり、終わっちゃう、終わっちゃいそう、終わっちゃいそう、舐められてますよ店長店長舐められてますよやってやりますよおい
ガチで終わったかなとはっきり言って、ダメじゃん、あと40回ってほら緑を最初から緑だからさあ変わるか赤に変わってここうそあでもなんか背景がなんかほらなんか、はい、暗くなっちゃう、ね、最初から違うんすよね、うん、罰ゲームまだあれこれなんかいいんじゃないですかこれ何これ見たことない見たことないうん背景激アツやであれディアンボよいしょでも惜しい余裕余裕余裕だよこれ、これは終わらながらですねヤマちゃんもう一回魂込めてバスって言おう一撃あ一撃一撃熱いっすよ一撃一番これ熱いよ熱いんじゃないですかさあどうでしょうかなあうそうそハズレ達成うわマジでああドヤ顔はフラグ赤い赤い山ちゃん赤いよ出せ出せやばすぎるうわ今のちょっとだちょっとおかしいよ出せ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 な出せあの背景外す方がマジで珍しいのに出せプシュン出せ出せ出せいやー今のはなんかさすがに来ると思いましたけどねいやほんとそうですよね、どんだけ嫌われてんだよダセやべえどこまで行ってもダセどんだけ弱いんですかダセマジありえないいやこ今時期割と強い方だったんですけどね、はい、サシもダセって言っていいんだよプシュン100回ダセ謝罪会見はよダセがとうとう癒しになってきたあんちゃん蒲田駅ビルのシビースだという喫茶店のホットケーキがやばいくらいに美味しいですよあ行ってみたいですねサシ今の気持ちを素直に語ってくださいいやナイツはあれはおさめし選手のボタンちょっとね、あれはびっくりしちゃいましたよね、はいあれ外れんのダセもう早く卒論書けよあれ外れんの見たことないよ山ちゃんの顔が赤いはい、ということで終了お疲れ様でしたまだあるから、まだあるからあっちゃんまで回らないじゃないかああ我は外れるの初めて見た店長降格そうだよね今時期は連チャンする緊急車謝罪会見はよって言ってたねあらら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 はいいやここで戻したらすごいですよ逆にね山ちゃん明日からタクシーの運転手だね出せケーキ食べようもう ここ当たったことないもんねでも、うん、謝罪会見はよここって別にあれですもんね、うん、普通に399になってるんですよね399ですねはいお疲れ店長堪忍ですかいやーもうダメだこれこれは文字がもう赤くない時点でねちょっとね察しですよね文字なんか金色があるんですよねその上に、うん、赤金ですね終わるの早すぎだしわらわら7点すれば当たりそうですね今時期は相性がいいとか言ってなかったあ言ってた言ってた、ね、言ってた言ってた金色じゃなかったですね、うん、言ってた、あれですよ皆さんザルバのことねザルバあなるほどザルバが相性がいいねなるほどなるほどうわーへこむなこれいや最後ね2回も熱いの来たんですけどね本当そうですねちょっとどっちか当てて欲しかったですねさすがにねはいということでお疲れ様でしたはいということで本日は、シアルガロー、魔界の穴そして今時期になるね肉種打ってきましたけれども、はい、まあ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 いつも通りね盛り上がったんじゃないでしょうか今日もねたくさんコメントいただきまして皆さんありがとうございますありがとうございます、お疲れ、しいな粘るなよ無理だ、今日も山ちゃんだったなそうですね山ちゃんケーキ食べちゃう今日はですよ、うん、今日は、はい、おやすみ、もう店長辞めて、ちゃんこ鍋屋さんでも開きなさいなんていうの廃棄カツ、の転売よりやばいレベル、もう二度とかまたてるんで絶対行かないってそんなこと言わないで台は温めておいたんでね。そうですね。バロテラス。あっちゃんとサッシーでケーキ食べちゃいな。山ちゃん相変わらずすごいですね。山ちゃん誕生日だせ。やっぱ鎌田に打ちに行くのは点々点々。サラシはアマテジにしたらどうですか今年も山ちゃんは変わらずってことで安心した。大丈夫ですよ。リスナーもへこんでますから。サッシー、この店長の下で働くのはダサくて嫌でしょいえいえ。そんなことないね。もう移動しますか、移動。山ちゃんは無理だよ。早く、早くロトパチ入れなさい。まあね、うん、そうですね、ロトパチ入ったらでも ロトパチやりますか。そうですね、店長朝まで見たかったのにもう謝罪してください。山ちゃん罰として、来週は戸塚川には集合ね。佐賀丼、
佐賀ドン引きしてるよ。ドヤ顔を外し見れただけでお腹いっぱい。アンテナ山ちゃんが好きだよ。いやあの2回目はさすがに当たってなかったですよね。背景変わってましたもんねあれね。緑でも しかも最初から緑ってあんまないですね。割と暑いはずなんですよね。鎌田行こうかと思ったけどやめます。来て来て、とりあえずケーキ食べてるの、食べてるのを見たい。どうやったらこれだけ熱い演出を外せるんですか。さし山ちゃんのカリスマすごいだろ。あ止まっちゃいましたね。はい。山ちゃんの呪いが鎌田店内に充満してそう。山ちゃん認めないからは相性悪いって。全然そんなことないですよ。戸塚はね、山ちゃんずっといてもね、お店はめっちゃ出てましたからね。はい。あのね、ガロの相性はね、はい、確かに良くないんですよね。多くないね。はい。じゃあちょっとね、お客さんは相性はいいんですよね。うん、そうですね。じゃあこれ、ついてない方を食べてください、じゃあ。一口ぐらい。ああ、ケーキを。はい。はい。はい。どうぞどうぞ。あ、今ですか？今。誕生日なんでね、やっぱケーキ食べてるの、ね、ありがとうございます、はい、ついてない方、うん、ついてない方の方がいいんじゃないですか、食べやすいんじゃないですか。あ、そうですね、はい。この米酢すごいですね、割と熱い。どこがだよもう、お客さんが熱いのを外すのを目撃しても、うん、店長も外してたって思うんだろうなということね、はい。あ、ついてる方で、これだけで撮って、あ、じゃあ写真だけ先撮っちゃいましょう。あ、そうですよね。あ、写真を忘れると後で怒られそうなんで、ね、完全にね、これ生放送中に写真撮りますからね。そうですね、すいませんね。ちょっと写真だけ、あ、ちょっと、いちごが邪魔なんですよね。あ、こんな感じ、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ後でツイッターの方に上げておきますね。はい、じゃあちょっといただきますね。はい、どうぞどうぞ。はい、あちゃんケーキちっちゃいなと。いや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 、そんなに買ってても食べきれないからね。気がつけば1600個目。そうですね、ありがとうございます。今日もね、バツして、次回はリアンコスプレでしてんだな。どうですか。かまたチック全体的に新しい地域にしていただいてますよ。山ちゃん、何の台なら相性いいんですか。まあ、そう、ついてる方は、まさかケーキに出そうですか。そんなわけないか。あっちゃんついしてね、わかりました、食べたい。あがつきですか。次回は山ちゃんが、リアンバニーガールコスで登場ですか。リツイートしようかね。ドヤ顔でバルスって言いながら、ショートケーキ会、ホールとか持って、近くに来て、憎たらしい笑顔でケーキ持ってるじゃねえか。はい、美味しい美味しい。いや、工事コーナー美味しいですからね、うん、はい、ということでね、34歳になったということで、ね、今年も1年よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで最後にね、じゃあ告知しましょうか。はいはい、まあ、あのオープニングでもお伝えしたんですけども、うん、はい、こちら紙でご用意してます。あ、紙でね。はいはい、まあ、あの本日ですね、はい、1月16日の土曜日、はい、キングオブホール2016、はい、第1回戦が、はい、こちらキコーナー蒲田店にて行われますんで、はい、まあ、ぜひとも、皆さんお越しいただければと思いますので、はい、ぜひ、はい、蒲田店ね、遊び来てください。で、歴史の目撃者となれと書いてありますので。あ、本当ですか。はい、やばいですか、脱線できますか明日。お客さんはね、脱線しないように、ね、お客様脱線しないように、ね、いっぱい出していただければなと思いますね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、で、あとは来週ですね、はい、火曜日になるんですけども、1月の19日火曜日、はい、ね、寝台入れ替えを予定しております。はい、で、今回寝台は、パチンコが、はい、CR なでしこ。ああ、アマネジの。アマネジのなでしこ。こちらね、来週入る、はい。来週入るというですね、はい。で、あとスロットが、はい、ガンダムですね。はい、ガンダムのスロット。はい、はい、こちら導入予定となっておりますので。予定となっておりますので、19日火曜日。はい、ご来店よろしくお願いします。よろしくお願いします。サシさん、これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。熱く、こっそり、ピースして、こっそり、はい。サッシーが、脱線が映らないように山田から距離を置いてるよ。今年はぜひ毎週配信を目指しましょう。そうです ね、ちょっとね、交渉を重ねます。はい、はい、我々は、今日歴史の目撃者になりました。もう十分歴史の目撃者になってますけど、署名運動するか。じゃあ明日行くねと。あ、待ってまーす。脱線から、風もらわないように距離を置く、サッシー。蒲田駅前に集合、署名運動すると脱線配信を毎週に。サッシー君いくつ？思ったより若かった。31歳。31です。はい、来週はマックスなでしこ VS 天なでしこだなと。まあ、可能性はね、うん、明日、マックスなでしこ、うん、明日ケーキ食べる、ぜひ食べてください。脱線が脱線を送って、明日一応ね、あの朝の抽選、はい、9時30分からとなっておりますんで、はい、9時3までには、うん、
ップで地下の駐輪場にお集まりいただければと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。それ食べきれなかったらもったいない、ホール買って、買ってこいよ、年収2億でしょ。そうですね、でも食べきれなかったらもったいないからね。さっしーよくホールで見るよーと。ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん、体調に気をつけてください。はい、おやすみなさいということで、ね、ありがとうございます。ということで次回の放送はまた2週間後の予定となっておりますので、1月は3回なんですね。あ、そうですね、そう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 ね、皆さん1月3回、3回目がありますからね、ぜひ次回の放送も見ていただければいいかなと。じゃあなんか寝台打てるかもしれないですね。あ、次回、うん、あ、次回は寝台多分できる。なでしこの雨、いやいやいやそこですか。まあまあ、あの次回の放送来てもまた、はい、こうご期待といったところでね、次回の放送また見ていただければいいかなと思います。はい、はい、気持ちいい、さっしー顔が赤いね、ちょっと恥ずかしいのかな。いやいやいや、インフルエンザ気をつけてください、ね。はい、山田は毎回魔界だろ、体調には気をつけてください。お疲れ様、お疲れ様です。2週空いたら寂しいなということでね、2週間待っててくださいね。はい、待ちください。といったところで本日はこの辺でお別れしたいと思います。皆さんおやすみなさい。さよなら。感じだった、噛みましたね。さよなら、おやすみなさい。久しぶりに彼女に会いに来た。おかえり、最近どう？しくしくと生きてます。相変わらずだね。で、なんで来たの？なんとなく前も言ってた。非行な